音声が入ります。お願いします。はい、はい、お待たせしました。こんばんは、キコーナチャンネル月曜伏せ店からですね、本日はお送りさせていただきます。どうもこんばんは。こんばんは、こんばんは。2週間ぶりの伏せ店でございます。はい、大丈夫です。本日ね、村井店長、ムシュ監督がねちょっとお休み、もしくはねラストでワンチャン間に合うかな、駆けつけてくれるかなっていう状況なんですけどね、本日は前回も、ご出演いただきましたクラッシャー穂坂さんと、そして、はい、あのケーキ以来ですか。ケーキ以来ですね。あのケーキ以来ですね。あのとんでもない真っ青な、はい、あのその説はどうも、お体大丈夫でしたでしょうか。ね、あの5月5日のね、弊社のちょっとね、うちのダディの誕生日ケーキ作った時以来のダヒーさんで、本日はこの2名でね、とりあえずは、お送りさせていただきますよね。はい、よろしくお願いいたします。35JP で J35P 以来かとかね、コメント来てますけど、そうですね。はい、大丈夫でしたか。いや、それから、はい、大丈夫でしょう。お体、おかわりなかったですか。今、腹下しててやばいって感じ。今ですか。今ですね。1ヶ月ぐらい経って、なんかあのだいぶ遅効性でじわりじわりと多分ダメージ結構でかかったじゃないですか。なるほどなるほど。結構じゃあ蓄積する感じのね、ソロリンゴさんの料理、ダメージ与える料理だったんでしょうかね。はい、はい、5.5 ケーキ地変なんてね、コメントも来てますけど。はい、早速なんですけど、気候なせてん、はい、何か、はい、何ですかそのリゼロは。これは今は亡き店長の今は亡き大丈夫ですか。帰ってくるって僕聞いてますよ、2時に。あんまやったら怒られるんで。はい、もう毎度おなじみながら、はい、キコの布店、はい、まあ、1,2,3 と、はい、5分10条件でもう、なるほど、これはもう結構おなじみじゃないんかなと僕は思うんですけどね、はい、もう分かるでしょうと、もう、はい、言わずとも分かるでしょうと、はい、ぜひ来てください、はい、もうね、横側が本当にね、あの月頭来たらね、必ずあの店頭にこちらイーゼルございまして、あとね、インターネットのホームページのね、はい、P ワールドの方もずらーっともう背景の画像がね、もうこれもう埋め付く、黄色と黒のね埋め付けされてるんですけどね、はい、なんだこの一本グランプリみたいのはみたいなコメントも来てますけどね。いやー、これがねなかなか印象あるんですよ。そしてね、なんとちょっとねオープニングの扉絵であったんですけども、気候な伏せ店、そして埋め来た店とね、月曜この気候なチャンネル担当店舗がなんとLINE を始めたんですね。はい、LINE 始めました。はい、でそのLINE アカウントの、はい、なんて言えばいいんだ、あのちっちゃいミニアイコン、サムネっていうんですかね、はい、あのアイコンもこれなんですよね、はい、ちゃっかりと。LINE をピコーンなんて音がしたらね、ひょいっと見たら村井店長の、そう、村井店長の顔が出てきて、私違う仕事してる最中もねこの顔ね、日中お昼も出てきてね、ビクッとくるんですけどね。はい、というわけでね、一本グランプリなのならお題出そうかなんてね、いや、やめましょう、大喜利とかもすぐマネージャー出てくるんでやめましょう。一本じゃない、あ、大喜利したいですか。いや、やめましょう、やめましょう、ああいうのマネージャーでいい、ウェスカでいいみたいな感じですかね。はい、十分です、まあまあまあ、そう来てますけども、はい、じゃあ一応ね、じゃあ気候なせて、6月2日そして6月3日、はい、休まず、朝10時にオープンしていますということでね、はい、お近くご近所の方で、ね、お誘い合わせの辺、何卒、ぜひとも、ご来店の方お願いいたしますということで、お願いします。じゃあ本日一週とりあえずは何から打ちましょうかね。やっぱ寝台でしょう。寝台で。コーナー伏せ店、ここね、ずらずらずらーと、今、4パチコーナーにいるんですけどもね、寝台というのが、まあ、衝撃ゴーライガン、宇宙戦艦ヤマトと並んでますけどもね、じゃあ、まずは、ここ、バイオですかね。バイオハザードね、ヤマトかとか、ヤマトもいいですよね。いや、ヤマトもんね。コメントの方でね、結構来てるんですよ。気候な関西のね、呪いを晴らしてくれみたいな。呪いって。いや、本当。なんかあったんですか。もう言うて4店舗ぐらいかな。はい。放送やってるんですけども、まあね、某姫路店に行かれた山本店長の山丸さん。はい。茂店長の、ね、呪いみたいな感じでも言われたりしてるんですけども、一回も。あら、ST は入ったんですよ。ST あたりは入ったんですけど、そっから全部駆け抜けてるんです。ST 連チャン放送で一回もしてないんですよ。ね、
というわけでね、あの大和打てよ大和の連チャンが見てなんてことも来てますからね、どうしましょうかね。じゃあ1台バイオで1台大和でスタートしましょうか。じゃあそうですね、そうですね、ちょっと割とね、あの大和を打って大和が見たいってコメントが多いんですよ。じゃあ、ちょっとカメラずらして、大飛さん、はい、大和打ってください。で細川さん、はい、バイオハザード、ししそして、まあ、あのつらつらつらっとあの、ね、コメントご案内してる間に、もうすぐミッション行きます、ね、早いですか、はい、でミッション行ってね、まあ、それからね、まあ、何打つか視聴者次第、それが、ね、それが伏せ点でございますから。というわけでね、ちょっとじゃあ、さっき音量とかね、映像とか大丈夫でしょうかね。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫でしょうか。待って、いや、めっちゃテンパってるよ。いや、音量、どうやって下げるの。いや、これやってちゃうやん。あ、これや、これで、1で音量1だったらちょっとちっちゃいかな、どうだろうな、そこら辺ちょっとまだね、視聴者の皆さんに判定してもらいましょうかね。はい、はい、ちょっと私ね、一旦2でいきますね。じゃあ、サンキョウルサーからいっちゃう。はい、ソリゴさん、こっちのカメラお願いしていいかい。了解です。はい、これを、宇宙戦艦ヤマトの方に合わせてくださいね。はい、はい、店長、女用かってどういうことだ、仕様ですかね。まあちょっとね、ムシュ監督の方はね、女性関係ですか。そうとは私聞いてないですよ。はい、梅さん今日もイケイケやな、うるさいより小さいぐらいでいいよ。あ、そうですね、ちょっと音量調整お願いしますね。あ、ダヒーさんちょっと左側に寄っていただければ嬉しい。左こっちですか。左だけに左、そうです、オッケーです。左だけに左だけに、オッケーです、オッケーです、はい、オッケーです。それからもうちょっとアップだ、アップ、うん、いや逆引きで、はい、もっと引いた方がいい、はい、で若干左へ、もうちょい左、絶対そっちの方が面白そう、オッケーです、うん、俺こっち打ちたかった。というわけでじゃあ、本日、スタートは、ね、こっちの対戦機種の、字幕の方はね、バイオハザードゼロからの天の声なんてなってますけども、コメント欄見るとね、ちょっと宇宙戦艦ヤマト撃ってくれよとね、呪いを晴らしてくれなんてコメントが非常に多かったもんですから、ヤマト VS バイオハザードゼロ、この2機種の対決からスタートでいきたいと思いますので、本日お二方、カメラの方へお顔をいただいてよろしいでしょうか。はい、こっち、そうですね、はい、あ、当たんない、 OK です。というわけでね、シュッとした感じのいい感じですよ、はい、お二人とも。というわけでチンピラやいやいやいや、何をしたんですか。それでは、始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、オロ監督がいないなんてコメントも来てますけどね、本日ね、ちょっとね、2時ぐらいまでちょっと監督ちょっとお出かけしてるというふうにね、本日お伺いしてますよ。ヤマト、今日の2人の中ではいまいちなのかいなんて質問来てますけど、どうなんでしょう。いや、ヤマト、三強の台ってあんまり面白くないイメージ。あ、いや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 、めっちゃ面白いですよ、めっちゃ面白いですけど。どうされたんですか。めっちゃ面白いんですけど。ダーヒーさん、そんなあれですか、あの毒舌キャラでしたっけ。いや、違いますね、あんまりとかまた三強の人に怒る、柳生さんの二の舞です。あのね、他店舗のね、同僚というかね、他店舗の木曜日のね、某副主任のね、ことなんかで結構ぶっ込むスタイルでしたけどね、そうです、これはイエローカードとかね、メーカー対応期間はあかんでーなんて言われてますけどね、はい、あ、これは当たんねーなーって思った時点で台変えていいからねーなんてね、もう来てますけど、もうね、いや、なんかすごい動いてんのに横もうね、すぐ行きます、もう早いです、今日はもうね、つらつらつらーっと、もうコメントね、結構今日もやっぱり伏せていつも通りね、コメントたくさんいただいてますから、順にご案内させていただいて、そしてもうすぐミッション行きたいと思いますよ。というわけで、ね、順番にコメントの方ね、ご案内してきますからね。なんかすごいことになってる、はい、準備中ですね、横見とね、こんばんは、バイオとかね、どうしたなんか変なのか、うめえってね、言われてますけどね、ちょっとね、マイクは1本死んだのかな、それで今ちょっとね、ダディがちょっと対応してくれてますからね、マイクの方調整終わったら、はい、横に、ダディがね、ちょっと来ると思いますけど、本日ね、エンデックは3名でいつも通り来ておりますからね、はい、梅さん、りんごちゃん、JP さん、監督、主任さん、お晩でございます、お晩でございますね。監督はちょっとね、今の時間はいません、はい、関西大和無能説あるからな、ぜひ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 払拭してほしいなんてね、6万発くらい出るでしょう、今ね、それぐらいのね、言うてね、3級のフルスペック機ですからね、ポテンシャルは秘めてますよね。いやー、大和なんですが、はい、過去にですね、初当たりはですね、はい、はい、
まあ8回か9回ほど見せるわけなんですよ。そうですね、ダディの担当店舗の水曜日、それから、火曜日もやりました。火曜水曜やったね。金曜日もやりました、ね、金曜やったね。木曜日もやったんかな。火水木金やってんのかな。はい、すべてやりましたが、はい、初当たりすべてで、はい、いわゆる2分の1の抽選に漏れました。あ、はい、で一度だけ寝屋川南の放送の時に、はい、大当たり中に電柱入賞したやつで、はい、奇跡的に399分の1が当たると、はい、で ST に入ったのがそのままスルーをすると、はい、なるほど、こういう事態が起きましてですね、はい、一度も ST 中の当たりを見せれてないというのが、なるほど、関西機構のチャンネルの現状でございます。なるほど、ありがとうございます。ダヒさんごめんなさい、ちょっとね頭かぶってからもうちょっと頭左へ。あ、OK でございます。男前が、はい、男前がちょっとねあれですけど、激アツの中やったらカットインしてくださいね。あとなんかここだっていうね、ここ撮った時はどんどんカットインしてくださったら構わないですけどね、お願いしますね。はい、ヤマト邪魔ってね、すいません。ヒダ君もう少し左に寄ってほしいです。なんかもう業務命令みたいなの来てますけどね。はい、お願いします、ね、すごい臭いのやめてほしいぞ。はい、一本グランプリいい不正とかね、いややめましょうやめましょう。はい、フラグフラグ。まあね、あの一本グランプリとねちょうどなんか色使い似てましたね。 あとなんかデンジャー柄っぽい感じもしますね。はい、今日は誰出るんって、今日はねクラッシャー保坂さんとダーヒーさんの2名、でおっと大丈夫か、トラッシュさん。おー、すごいですね。うん、いらんとこ触らんでくれよ、ソラリングさんね。オロ監督がいないで、そうですね、ちょっと監督は今日2時ぐらいまでちょっとね、お出かけの予定でございます。はい、バンワーでね、はい、どうもこんばんは、5.5 のケーキ事件とかね、熊野プーさん楽しみなのになっていうコメントも来てますね。店長は空の上から俺らを見守ってるんだよなんてね、もうお空の上に勝手にね登らされてますけどね、ちゃんと2時ぐらいには帰ってくると僕は聞いてますよ。勝手になくならさないでください。この堀になんだ、分からへん。いいオマージュのポスターねって、このポスターなんかのオマージュなんですか。いや知らないですよ、なんか店長がこれどうやみたいな。めちゃめちゃいいアングルですよね。今そんなに痩せてない今もっと丸っこいこっからさらにいくことね、スケールアップしたということでよろしいでしょうかね。ねえ、星のカーベみたいな感じ、はい、言いたい放題だなと今日はなんかえらく強気に出てますね。そうですね、監督これスマホで視聴してるワンチャンありますからね。さあかんやつさあかんやつ僕後で何されるかなんか、ほっそかモード、なんちゃらモードみたいな。これは何でしょうか。バイオの方ですね。よ、横のやつ見たいんちゃう。そしてかね、てかね、バイオハザードのこの盤面っていうか、このガラスが綺麗なのかな。ものすごい裏映りしてるね。伏せてアメブロあったんですね。そうですね、アメブロありますね。あのアメーバブログでね、情報の方をね、もうかなり頻繁に更新されてますね。毎日更新ですよ、はい、毎日更新、みんなで手分けしてね、ムッシュ監督だけでなくね、スタッフ皆さんがねそれぞれの色を出して更新されてるんでね、ぜひともね、ご覧になっていただけたらと思いますよ。結構みんないろんなこと書いてくれてますね。はい、今から矢沢永吉の止まらないハーハーをかけようぜってどういうことだ。どういうことなんだなんでハーハーなんだ。ヤマトか、ヤマト連ちゃん見て、ヤマト打てようと、 ST 入らずの呪いとかアンケで決めようぜとかね、ヤマトの熱い言葉がねコメントが来たんで、本日1台はヤマトスタートとなりましたよとかね、お晩でございます監督、昇天したんかとかね、ハウさんがねコメント来てますけど、昇天ではないんですけどね、昇天しました。いや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 20連ちゃんしたんですか。はい、よし、寝台の祭りだわし、寝台の祭りだわしと言うとかって、いつの時代の寝台だよそれは。いや、ね、あれおもんないあれはもう、はい、ダメさ。梅、股間が波動砲かとか、来てますけどね、どういうことだ。俺いや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 、そんな波動砲なんてね、その大それたもん私持ってないからね。あ、はい、宇宙戦艦ヤマトってね、はい、ヤマト撃ちますよ。ST は寝屋川南まで当てらんくて、寝屋川南で ST 入ったんだけども、駆け抜けちゃったんだよってね、ありがとうございますね。ほとんどの曜日見てくださってる方ですね、ありがとうございます。第一連だよ。とこれバイオはどうなんでしょうかね。いいちゃん、わからへん、全然わかんないですけど、バイオハザードは気候なチャンネル関西版では、ライトミドルのやつを1回打った日曜日かな。あ、火曜日ですね。火曜日で打った、大東の方で、はい、大東で打った、それのみですね。いいちゃん、やばそうだ。ちなみにその火曜日の時はどうだったんでしょう。一応当たりましたね、 ST にも入りましたけどね、はい、はい、このデッドアライブというのは小当たりですか。小当たりではないですね。一応なんかリーチ、ここからリーチ行くみたいな。ましたね、
山とかいい感じにうるさいそこへ。そうですね、うるさいくらいで小さいくらいでいいよとね。あれ太ったおじちゃんは、はい、ダディも言ってますよ。ちょっとねマイクの調整してましたね、今日はストップウォッチかそのアプリ用意してきましたか。そうですね、ちょっとストップウォッチがねちょっとね今日はちょっと用意してごめんなさい。次回からちょっとね必ず実装してきます。約束しましょう。私今日はちょっとごめんなさい、ストップウォッチアプリはちょっとないんですけど、だからストップウォッチ使おうか。そうだね、それでやろうか。今日009打ってそれで離すやつですね、これ。あ、そうだ、手離せですね。そう、まだまだ離せ。あーえダメ熱いですかこれ。一応ね、長押し、ボタンの方はチャンスアップなんですよ。プッシュボタンよりかこっちの方がチャンスアップですね、はい、からの、あ、ないですね。今日は009打って、750ハマリでリタイアしたので当たり見たいということで、ね、ダディその気持ちよくわかりますね。うちのダディはね、マイマイがね、009ね、相性いいんですけどね。ヤマト今日の2人の中では今、あ、これ読みましたね、はい、ダーヒ頭かぶ、あ、これもうちょっと対応しました。イスカンダルへ行けないヤマトとかね、ガラスにちょいちょいダーヒーが映って怖い怖い言われてますけど、怖ない全然怖ない。監督はね、環状線今7周中なんですよねなんてコメントも来てますね。毒気がたっぷりだけど大丈夫かって心配されてますね。あ、ダーヒー結婚したんかっていうね質問が来てますけど、どういうことですかこれ。絶対身内やろ。どういうことですかこれ。それ結婚しましたね。本当でガチで。これガチのやつですね。いつですか。5月10日5月10日に、はい、なんかゲーム内結婚とかじゃなくて。じゃないですね。本当にリアルで結婚されたんですか。婚姻届けって、悪魔の神ちゃんと書いてある。悪魔の婚姻届は茶色でしたっけ。婚姻届は茶色ですよね。茶色でしたっけ。なんか別れる方が緑ですよね。あ、両方緑かと思ってました。違うんです。いや、わかんない。確か色っぽい。なんか色違うんだ。ということ、これガチでおめでとうございますですか。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。5月10日5月10日。素晴らしい。それはちなみにあれですか、なんかの記念日とかなんですかね。いや、彼女の誕生日ですね。あら、素晴らしい。いや、本当におめでたいじゃないですか。おめでとうございます。もっと早く知っていればまたケーキを。いや、そうやね、そうやね、そうやね、危ない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 って。どういうことなんですか。危ないって。人の人生の幸せな門出になんか暗い兆しをかささんでくれみたいな感じでよろしいでしょうか。青いですから。青い兆し。青い兆しが。ああ、そうですか。ね、いや本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あのケーキは祝いじゃなくて呪いだと。呪い。間違いないです。間違いなく呪い。あ、ぶっこんだ。ブログ見た常連ですよってことで。あ、ブログの方にじゃ書かれたんですか、結婚したって。ほんまにブログの下の方にめっちゃちっ書いてやりました。ああ、じゃあもうそこの、じゃあもう隅から隅までね、ね、見ていただいてる方ですよ。本当にこれはもう端っこから端っこのブログをね、きちんとねご覧いただいてる視聴者の方ということでね。いや、本当おめでとうございます。そしたらちょっと、ダーヒーお小遣いいくらっていう。あのね、お小遣い制なんですけどね、僕まだお小遣いもらってないんですよ。お給料過ぎたのに お小遣いないんですよ。なんか世知辛いでしょ。どうやって食べてるんですか。いや、お昼ご飯とか。じゃあ僕には某近所の店の何でしたっけ、丸なんたらっていい店があるんですよ、良心的な、はい、そこに僕ちょ玉があるんで、そこのそこでそこが今僕の生活のあれ。丸エッチですか。いや、丸、まあ、うん、ね、ちょ、あんま言えない。なるほど、なるほど、はい。ちょ玉ってほとんどもう分かっちゃいますけどね。それをまあじゃあ切り、まあ一応ね、まあその蓄えを切り崩してるという感じで。そういうことですね。よろしいんでしょうか。はい。まあでもね、いずれね、お小遣い制ということはね、お小遣いがもらえるんですけどね。いや、結構ね、キコーナチャンネルご出演のね、主任さん、副主任さんね、役職でありながら、なんだろう、結構苦しい生活をされてる方が、ね、かなりこうストイックな生活を送られてる方が多いんで。いや、僕は負けないですよ。あ、本当ですか。僕はお小遣い制になってもゴッドにぶっぱしますからね。僕は負けないですよ。負けない。僕は負けないです。負けない宣言しましたね。いや、だってね、ダディ本当月何千円クラスの人いたよね。あのね、水曜日のね、はい、副主任されてるベイアンさんという方いらっしゃるんですが、はい、その方のお小遣いがね、月3000円という。いや、3000円ってもう。しかもあれですよね、喫煙者なんですよね。喫煙者です。ゴミじゃないですか。だからもう箱を買った時点でもうすでに運分の1が消えるっていう。
玉で生き延びている ん な, ね、なんだこの不穏な空気とかね、ダーヒーそれ離婚の原因になるぞって、ベイアンが2000円だったしとかね。いや僕は大丈夫ですよ。僕にはちょだまがあるんで。奥さんかわいそう、ゴッドに費やされちゃうなんてとかね、中学生の小遣いやとか。そうか、捨ててんのお菓子がなくなるのはダーヒーだったかって。そうね、破数用のね、あの肌輪のお菓子でね、なんとかひもじく食いつ食べつないでる。そんな貧乏じゃん。いや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 、ね、某同業店舗のちょだまかとかね、第二ベイヤーみたいとかね、丸、うん、かとかね、いろいろコメントきますかね、うん、ご想像にお任せしますよ、うん、大丈夫とかね、ベイヤーよりひどいやんってね、ベイヤーは3000円が小遣いだぞとかね、あの、お詳しい方がコメントで。でも、ちょだまなくなったゼロですか。いや、でも、だけどこれ、あれじゃないですか、こう、ご自身からなんかこう言い出すことはできないんですか、こう、いや、小遣いっていう話やったやんっていうのは。いや、はい、やっぱりはい、ご存知の方やったら、僕はずっと、結婚前からずっと居候という立場やったんですよね。はい、あ、はいはい、やっぱ居候はそんなに顔でかくしてはいけないっていう。なるほどなるほど。あー、なるほど、ちょっと立場上言いづらいと。そうですね、やっぱりはい、やっぱりお家にお金を入れるのが僕の仕事なんで、うん、はい。あー、ごめん、ソレリングさん、はい、ダディのジャケットさ、はい、向こうだね、あのっそっちの、うん、あ、そっちの方の、はい、ありがとうございます。そっちの猪木にジャケットかけ直してもらえるかい。そしたら裏写りちょっとね、マシになると思うんで、はい、ね、このバイオの反射激しいんですから消せるってね、これそうなんですよ、ランバーランプっていうかね、バイオこれガラスがすっごい綺麗なんですね。ね、ちょっとね、エンデカ研究班なかなかそっちの方もね、ちょっといろいろ研究してますんで、まあ、研究って言ったらあれなんですよね、黒いゴミ袋をこう黒いゴミ袋ゴミ袋をですね、いろいろハサミで切ったり貼り合わせたりして、いろいろ今道具作ってるんですよね。どんなできるかなとか、ワクワクさんって感じなんですけどね、ちょっと今アイテム作ってますからね、じきにちょっと裏写り問題解決できると思いますのでね、お待ちくださいね。社宅で一人暮らしにしといたらよかったやんとかね、コメントも来てますね。いやー、社宅はね、はい、いやちょっとね、社宅って、どうなんですかね、割とまあ一人暮らしぐらいでなんか狭いんですかね。いや、僕入ったことないんですよね。あ、なるほどなるほど。いや、横の保坂大先生は、はい、あ、1ヶ月だけ社宅に、はい、いました。どんな感じなんですかね。めっちゃ普通の、まあ、いわゆる普通のワンルームマンションみたいなね、はい、はい、そうです、感じです。なんでしょう、割と僕もワンルームマンション暮らしたことあるけど、僕は全然悔いならないですね。言うて、ワンルームマンションで俺、男2人で暮らしたこともありますからね、俺。え、ありますよ。それ危ないやつでしょ。いや、そっちの件は違う違う全くないですけど。違う違う違う、はい、ないですけど、ないですけどね。パチ番組に使ってるのカバーはないのか。まあそういうね、なんでしょう、カバーもね、開発できたらいいんですけどね、より生活感たっぷりってことでね、私はせっかくだから黒いゴミ袋を選択しましたね。はい、安いしね、はい、はっきり言っていいんやね、予算ってはっきり言っていいからね、はい、うん、現実的な話もね。まあね、できる範囲で、我がエンデク君頑張っておりますね。チョダマの切れ目が円の切れ目にならないようにね、なんて。そうそうやな、大丈夫大丈夫。僕のチョダマ増えるんで。あそこ有料店なんで、僕座ったら大体増えていくんで。いい店ですよ。いい店だね。こっち、だけど細川くしも結構なんだかんだ言って持ってますからね。はい、これはあくまで個人の感想ですけどね。そうですね、はい。有料店。ん、婿養子かってコメントが来てますけどね。婿養子ってどういうことでしょう。身内、そう、身内。いや、違いますね。違います。視聴者さんです。これは。はい。視聴者さん。はい。養子してますね。養子してますね。婿養子、いや、本当に婿、婿養子に入られたんですか。はい、もう大学卒業ってやつですね。あら、じゃあ、本当、いわゆるお婿さんってことは、養子縁組ってことは、名字変わって、変わってました。名字は変わってます、変わってます。あ、変わりました。はい、もうダーヒー卒業なんで。あら、じゃあダーヒーじゃないやん、もうダーヒーじゃないですね。ダーヒーじゃないですけど、ダーヒーの方がいいかなって。でもこっちの方が多分なんか いいでしょ。あ、じゃガチで名前変わったんですか。ガチで名前変わってます。あらららら、あれなんて言うんですか。千光寺って言います。千光寺。千光寺かっけえ。どういう字で千光寺。千光寺、出発、え、千に千光に千、一十百千、はい、千の光になっての千ね、ほんで武士の士、千に光る士、え、なんて読むんですか。千光寺、はい、千光寺将です。千光寺将。名前だけバリかっこいいって。超かっこいい。少女漫画家ですか。
少女漫画の編集者ですか。いや全然一般人なんですけど。あ、千光寺、そうですね、千光寺、千光寺ってね、源氏仲とか来てますけどね。いや本名本名、ほんます。あら行っちゃったのとか言われてますけどね。ホストの源氏仲、え、名家とか千光、いやなんかね、戦うに鋼にね、字って自動でなんかすごいなんかスーパーロボット対戦に出てくるような名前書いてる。戦う鋼の子供っていうね。それなっちゃうやつ。仏壇に捧げるお線香の方帰ってきてると思いますけどね。中二病のやつがつけるような名前だね。いやでもごめん、ドキュンネームとか中二病じゃないから、なんて言ったって名字やから、名字やから違うの、もともとある名前っていうね。そう、下の名前だったらね、まあ、いわゆるドキュンネームとかね、そう、ジュエル君とかないとかキラキラネームなんていうのもね、それはあるっちゃあるけども、名字にドキュンネームはねえぞ。そう、千光寺とかね、お寺の名前かと思ったとか、漫画の主人公でも嘘だろって突っ込みたくなる名前だなとかね。あー、マスオさんかとかね。マスオさんですね、それよく店長に言われますね。マスオさんや、マスオさんや言うて。あ、そっか、いや向こうに住み込みって聞いたから、なら向こう用紙だって思っただろっていう。あー、なるほどなるほどね。あ、名字はとか改名不可避とかね、生活感を大事にするエンデック、そうですね、はい。こんばんは、米見たら、ダウニーペ、かっこ森口時代が結婚したのって、あ、そうそうそうですね、はい。ダウニーペってどういうことかちょっと分かんないですけど、ダ昔ダウニーペって呼ばれてたんですか。いやなんかペーとはありました。あ、オールバックペーさんですね。ペーなんですね、はい。ちょいちょいガラスに魂の抜けた唾液が映るなんて、ね、それ多分気のせい。やっぱお仕事をしてたから。大ヒーさん、究極ブイムンキー西村心が止まらないさんは、神戸で PP してますかっていう。そんなやついましたね。というのは、あとは、先行時サイボーク009かなんてね、来てますけども、それでは、班になりましたので、本日第1回のミッションということで、じゃあね、せっかくだからそのダーヒーさんからいきましょうか、ね。ダーヒーさんには今宇宙戦艦ヤマトを、左手の台で撃ってもらってます。行動剣でも構いませんし、そしてね、まあ言うて今結婚、しかもね、婿養子でご結婚されたなんてお話も伺いましたのでね、改名なんてのもワンチャンあるんじゃないでしょうかね、はい。そしてこの右のこの保留玉っていうんですか、ヤマトの方、いやわかんないです。愛とか酒ってありますよね。その酒のフォントが保留じゃないですよ。これ保留じゃないですか。保留じゃないです。一応揃えばチャンスみたいな感じです。うちの T シャツのフォント似てるよね。酒パパ酒。うちの T シャツのフォントと似てないこれ。あ、酒ね。はい、はい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 。というまあまあまああれなんですけどね。行動系、それから解明なんかでも何でも構いません。もう自由に、とにかくミッション、ファーストミッション、ダーヒーさんへ何か。ぜひともコメント欄の方でよろしくお願いいたしますということで、天の声を募集いたします。よいしょ。というわけで募集スタート。そしてね、解明しかないって場合はね、解明、スペース、でも名前もね、打ち込んでくれと助かりますね。はい、解明で緑保留来ましたね。バイオ緑保留ですか。はい、緑保留来ましたけど、まあ、やっぱ赤は欲しいですけどね。赤は欲しいですね。あとやっぱ、うん、あとテントウムシもありますんでね、ダイスさんなんで。でね、何番からですか。いや、ソリンゴさんってちょっとメモしといてよ、はい。本日のファーストミッション、ダーヒーさんへのミッションのスタートは、175から。そろそろ夢の話はもういいんだけど。ダーヒー結婚とかね、なんか夢のなんかなかったことにされてますけど。夢の結婚ちゃうよ、受験カード見るか。ちゃんと後ろ書いてるからね。ああ、なるほどね。もう名前変わったからね、はい。ピカチュウとかね。ダーヒー先行、あ、ダーヒーが名字で先行寺が名前とか来てますね。細工事とか、あの頃の日田さんはもういないのかとか。もうダーヒー卒業、AKB みたいな感じでもう卒業や。いやでも本当すごいですね、このもうフルネーム書かれてる方いらっしゃるんですけどね、コメント欄でね、千光寺翔ってもうバリかっこいい。バリかっこいいですよ、本当にかっこいい、ね、顔見たらめっちゃ残念。いや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 、シュッとしてる顔してるじゃないか。そしてね、もうあとちょっとだいぶ前のコメントなんですけども、今どこのメーカーのロードレーサー乗ってんの。いますか、今ね、家に置いてあるレース用のやつがベローザで、はい、持ってきてるやつが GT っていうとこなんですけど、私ちょっとロードレーサー全く分かんないんで、はい、もうこれは誰分かる、趣味の世界ですね。
僕持ってるのジャイアントなんですよね。あー、あ、で、ジャイアントもチャリ乗ってるの？一応乗ってます。割とジャイアントってのは割とあれですか、こだわったやつなんですか？いや全然普通ですよ。僕唯一知ってるのはドッペルギャンガーってのだけ知ってるんですよ。ギャンガー、なんかそんなのありましたよ、ドッペルギャンガーって。ドッペルギャンガー、ドッペルギャンガーってなかった？あんまり記憶ない。いや詳しくはなくて、あのなんか何気に買いましたからね、前の会社の通勤の時に。あ、通勤には便利なんですけどね。なるほど、うん、なるほどなるほど、ね、まあ、いろいろと最近やとね、あの 自転車のなんか、そう、あのちょうど今日からね、あれね、本当施行になったということで、あの6月からね、あの自転車の道路交通法が改正してね、ものすごく自転車に厳しい、チャリンコだからといってもね、あのスマホ片手で何回乗ってて、あれ2発でしたっけ、注意累計2発でなんかもう講習受けなきゃなんなくなるんだよね。なんか罰金もあるんですよね、車みたいに、はい、罰金もあと講習料金まで取られるらしいですからね。そうそうそう、鬼っすね、うん、だからなんだろう、あとあれ逆走もダメになるのかい、いつのだから軽車両という扱いですからね。信号無視とかも厳しいらしいでしょ。はい、うん、あのなんだろう、車とかね、あの原付運転する側にしてみたらね、あの一通の逆走だけはやめてほしかったんだよね、自転車。あ、うん、それはもう危ないですからね、うん、そう、おっかないから、あの運転してる側にしてみたらね、まあね、チャリンコも軽車両ですからね、みんなでちゃんと交通ルール守ろうねということでしょうかね。というわけでね、もうずらずらずらーっとコメント来たんで、ね、ありがとうございます。300で締めようか、じゃあ今293だからね。はい、それでこそスタートが 175? 175から、はい、じゃあ300で締め切りますよ。299、300、ありがとうございます。じゃあ一旦ファーストミッション締め切ります。というわけでね、皆さん本当に、ダーヒーさんへのコメント、ミッションコメントいっぱいいただきました。じゃあダーヒーさん早速選んでまいりましょう。はい、175から300まで、なんぼでも僕は考えてください。クラッシャー補佐かって名前おかしいない、なんか。いや全然クラッシャーじゃないもん、今さら。いやでもこれはね、リスナーさんにつけていただいた名前ですからね。そうですね、クラッシャー補佐かチンピラとかどう。いやチンピラ補佐かな、もしくはホストクラブの下から4番目とか。いや なんで上からじゃないですか。いやそんな上にはいないし、下にもいないし、はい、真ん中ちょっと下みたいな。真ん中ぐらいで、真ん中ちょっと下、それなりほどいい、それなりのポジションで稼いで張るみたいな。いやそんな稼げてないみたいな。ちょっと生活に苦しいけどホストやめれないみたいな。そんな感じの。いやリアルすぎてちょっとリアルめっちゃリアル突っ込まれんかったわ。というわけで、175から300で、ダーキーさん1個指定の方お願いいたします。何本いきましょう、僕何本いきます。175から300、これ全然当たらへん。当たらへん、ほんまに当たらへん。こっちには全然ない。そんな賑やかじゃないもんね、こっちね。こっち賑やか、こっち賑やか、保坂反撃しろとかね言われてますけどね。向こう殿早く選べ、向こう殿早く選びなさいって、ね、これ何のキャラだ。これはあれですね、必殺仕事人の菅井金さんです。なるほどね、菅井金さんがね、はい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 、改心とか言ってますけどね、はよ選べやとかね、なんで向こう用紙とか言われてますけどね。じゃあはい、何もでしたっけ、何もから175から300まで、175から300ですね。じゃあ、はい、じゃあどうしようかな、迷いますよね。めっちゃ皆さんコメントねくださってるから、すごいいっぱい来てますよね。あとプロポーズの言葉を教えてなんてのも来てますからね、これはね。そんなんもないっすよ、はい、まあ、改名しろもありますしね。じゃあ204、204ズルルッテン、改名ってことでね、改名しか来てないんですよ。ということは今から、じゃあ今からじゃあ短期で、323からもう一回323から380まで用意ドン。というわけでもう一回天の声再募集します。改名はもう決まりました。じゃあお名前何にしましょうか。名前のなんかダヒエリオンみたいな感じ。あーなんかいいね。そう、創生合体ダヒエリオンみたいな、めっちゃかっこいい。ブログで使ってもさ、うん、そうダヒエリオン。というわけでね、現在追加の天の声を募集しております。スタートナンバーが325番から取っております。380でもう締め切りたいと思いますからね、皆さんつらつらつらーとお願いいたしますよね。どん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 名前が来てます、どんどん来てますね。ちょっと380遠すぎたな、これダディね。ちょっと遠すぎたね。300
60でいいな、うん、ごめんなさい皆さん360で締めます。325から325から360で締めますね。追加のミッションだからね。352、353今来てますね。はい、というわけであと5つお願いいたします。はい、というわけで360いった、というわけで締め切ります。ありがとうございます。いやいや、ダウニー沢はちょっと違いますね。ダウニー沢さんって来てる。ダウニー、ダウニー沢さんはごめんなさい、別放送だからね。関東 の、 あの火曜日の法人さんですね。はい、はい、何やかんやってね373まで来た。というわけで、ダーヒーさん、もうこれが多分ダーヒーさんって呼ぶ最後でしょうかね。325から374までお願いいたします。な、何までしたか。325から374まで。374まで一つお願いします。さあ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 、これも短いですよ。この中で一つ好きなのを選んでください。お願いします。じゃあね、352で、352、352番、はい、向こう用紙。いい名前ですね。向こう用紙、いい名前ですね。名前というよりもむしろそのものといった方が正しい気がするんですが、まんまやんけみたいな感じですけどね、よろしいんでしょうかね。いいんじゃないですかね。はい、というわけでね、今この瞬間から、ダーヒーさん改め向こう用紙となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ダーヒー卒業で、あ、当たったとかね。他はね、ペペマスオとかね、ダヒダヒとかマスオショーとか、マスオショーマスオ多すぎでしょ。マスオさんがね、やっぱり向こう用紙言ったらね、やっぱ日本の家庭的にはね、言うてやっぱりね、サザエさんのマスオさんがね、やっぱりポピュラーなんでしょうかね。マスオなんちゃらいうのが非常に多かったですね。はい、チョダマスオなんてね。チョダマスオ、チョダマスオ、ちょっとね、僕これ好みだったんだよね。いいセンスされてるね、これはね。俺このチョダマスオのね、ものすごいね、響きが好きだったの。チョダマスオ選んで欲しかったんだけどな、まあね。俺すげえこれ気に入ったんです。テレンスティーダービーとかね。それめっちゃかっこいい。マスオマーク2とかね、モンドとか。マスオさんはマスオさんでもね、ものすごいなんか万にことぶきに夫っていうすげえ難しいね。あと千光寺蝶とかね、チョダマスオ、チョダマスオとか、ギャオチョダマスオはいいな。千光寺マスオとかね、先行合体マセリオンとかね。マセリオン、赤いやつ。かっこよかったよ。ちょっとかっこいいですね。友人フラーヒーとかね。結局ダーヒーに戻る。丸、って食ってる先行とか。食ってるわけじゃないですよ。きちんとお仕事なされてますよね。はい、一人一本グランプリって言われてる。そんな名前に。一本ってね。いっぱい来てましたけどね。はい、はい、ちょうどマスオのがいいんじゃねえかとかね、名前のテレップ変えようって言われてますね。ちょっとね、今ね、ごめんなさい、画像編集ソフトを立ち上げるとね、パソコンが止まりそうだから。そうです、いつもとちょっと違いますよね。そう、はい、今日はちょっと勘弁してください。今日までダーヒーさん、そうです、今日出て、もうこの瞬間から、もう向こう用紙さんですから、向こう用紙さんって言うわけで、テロップだけちょっとね、ごめんなさい、ダーヒーって書いてますね。チョダマスオいいねとかね、チョダマス。視聴者もチョダマスオ気に入ったんだね。俺はすげえ気に入ったんだね。ダディ、大馬シャン当たったってね、コメントが来てますけども。当たってません。気になってました。当たってません。はい、というわけで関西で当たったのは私だけ。なちょっと何ドヤポイント、自慢、ドヤ自慢、当たりましたよ。3連服当たった。いや、うざいね。うざいよ。ごめんなさい皆さん。はい、私も外しましたね。私だけ当たりました。マスオはイソロじゃなくてフグタ。あ、そうですね、フグタさんですもんね。はい、向こう用紙、焼きそばパン買ってこいやとかね。お腹空いてくる。マスオさん、はよ当てて、ってちょうどマスオいいね。14、11、11、そうですね、3連服、14、1、11でしたね。リンゴちゃん当たったのか。そうですね、ソリンゴさん、はい、3連服で500円取ってましたね。はい、向こう賞、はよ当ててとかね。JP さん、人生初めて買った馬券が当たったろうなんてコメント来てましたね。おめでとうございます。あ、おめでとうございます。ダディどっから行ったんでしたっけ。僕リアルステディやったから。あ、リアルステディから行ったんですね。行ったんで、はい、えらく切れてました家で。なるほど、はい、なるほど。てかあれよね、スピリッツミノルだっけ。スピ
リッツミノル、スピリッツミノルって言いましたよね。行く行く言って行かんかったからね。そう、あれ天気類言ったのにね、行かんかったからね、行かんかったからね。あれちょっとペース逆になんかおかしくなったよね。割と早いペースでしたもんね、それもね。そうね、クラッシャーのミッション行こうぜなんてコメント来てますから。そうですね、じゃあとりあえず、まあでも向こう用紙殿、今日はね、ミッションどんどん回していきますからね、すぐまた来ますよ、行動系ミッション。それまではなんとかね、宇宙戦艦ヤマト撃てると思いますから、このね、他の人のミッションのうちになんとかヤマト当ててくださいよ、お願いしますね。頑張ります。伏せ点はね、ちょっと違うんだったところを見せてください、ね、今自然に無垢用紙さんじゃなくて無垢用紙殿になってますね。私なんとなく無垢用紙だったら殿っていうようにしますね。じゃあね、はい、はい、はい、というわけで、じゃあよろしいでしょうか。じゃあ本日2回目のミッションをね、早速募集したいと思いますよ。ドン、天の声募集中ということでね、本日のセカンドミッションはクラッシャー穂坂さんへの、そうですね、まあクラッシャー穂坂さんはね、なんか名前変わったとかというイベントプライベートでございましたか？いや、僕はそんなないですよ。ないですね、はい、特になんか私生活でお変わりはなかったということでね。特にないですね、まあ、改名っていうね、イベントはなかったと思うんですけども、クラッシャー穂坂さんへのね、ミッション募集したいと思いますので、皆さんコメント欄にてよろしくお願いいたします。お願いします。はい、なんかバク転とかしたいんちゃう？できるやつやってるよ。いやー、言うてね、前回の放送はね、なんだろう、穂坂さんものすごい前回はあれでしたね、肉体派番組になっちゃいましたもんね。はい、やばかったっすね。はい、もうほぼほぼ全員がね、店内をひたすらね、ダッシュしたという。何をしてるんですか？いやいや、ほんとソラリンゴさんが5周、そうですね、ダディは大丈夫だったのかな。ダディはひたすら A タイプ島に縛り付けられたんだな、確かな。最後、カエル撃ってました、ね、そうですね、カエル、はい、で、ムシ監督も募集して、で、なんとなんと穂坂さんは至っては7周したというね。しましたね、はい、あれはきつかった、きつかった、ね、あれはほんまに最後きつかったですね。はい、スタート番号ソラリンゴさんよろしいか、はい、ソラリンゴさんがね、メモするようにしておいてよ、はい、407メモっといてね、はいはい、407番からスタートしてるよ。それでね、ソラリンゴさん、はい、覚えておいて、次回からなんか画面、視聴者の皆さんにも見れる、はい、ストップウォッチアプリっていうか、はい、スクリーン的なものを用意しよう、はい、で、ミッション時間は例えば2分なら2分とかって決めようね、ミッション募集時間は。そういうことなんですね。前回ちょっとそれ言ってたんだけど私忘れてた、ごめんなさい皆さんね。というわけで407番からスタートしてるからね、はい、500ぐらいで締め切ろうか、はい、ね、その間にちょっとコメントご案内しますよ。この間前に来てたね、リンゴゴチやなとかね。皆さん、はい、2分かい、うん、タイムアプリあるよこっち。じゃあとりあえずじゃあダディ、じゃあ次のミッションからダディ、うん、スマホのなんか、うん、やっとこわ、ストップウォッチアプリで、はいはい、用意スタート、はい終わりって言って了解でーす。次回からちょっと視聴者のみんなにも見てもらえるなんかスクリーンを探しとくから。そうだね、ね、うん、うん、リンゴ、お前なんか子供でも取れる馬券だったぞ、あのダービーはとかね。そうなんですか、はい、競馬に取られれば禁物とかね言われてますけどもね。まあ実際ああいう結果になったからには馬券取れなかったら取れんかったら知らないです。そうですね、まあ、想像するのが楽しいのが予想が楽しいのが競馬ですからね。まあね、そうですよね、うん、はい、というわけで500にもう行くね。というわけで500個目ですので締め切ります。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。というわけで、クラッシャー穂坂さん407番から500番まで、ミッションコメントいただきましたので、この中から一つ好きな数字を選んでください。それがクラッシャー穂坂さんへの、本日の一番最初のミッション内容となります。売れないホスト穂坂だ。いやいや、なんで解明前提で言ってるんですか？やっぱり何、そういう夜系、水系に持っていきたいわけ、はい、婿養子殿は、ね、穂坂さんをみんなのイメージを悪くしようと思って俺は婿養子になったけど、じゃあ他の役職みんなこう風俗畑にしてやるぜみたいな感じなんですか？いやもう、なんかやっぱなんか噂ってどこまで広がるのかなってやってみたくないですか？なんか嘘言ってたら誰かが信じてそれどこまで広がるかな。いやでもね、この気候はチャンネル間でね、こう風評被害に遭ってる方たくさんいますからね。いやしかもね、うん、なんて言うんでしょう、視聴者の絆、それからなんだろう、店舗間のスタッフの絆
言うてね、なんだろう、そしてね、各店長さん方の絆、気候なチャンネル言うのはね、はっきり言って絆の塊なんですよ、これ。視聴者同士だったりね、なんだろう、役職さん同士だったり、これ、どこがどこどうつながってるかわからんからね、えらいことになるかもしれません、これ、本当ね。はい。というわけで、保坂さん、いかがでしょうか。400から500まで。売れないホスト。いや、433で。433。はい、かしこまりました。433ですね。クラッシャー保坂さんは433をお選びになりました。参ります。433 JP 三下校とばっちり名前変わらず出てたというわけで、はい、クラッシャー保坂さんが選んだのは JP 三下校というミッションを、選択されたのでダディ、はい、ちょっと結構何ダディ行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、いわゆるこれがとばっちりシステムだね。何、保坂さんのミッションになってたけども、433番のミッションコメントは JP 三下子だったから、保坂さんは名前を変わらず、変わらない、バイオハザードゼロもこう変わらず打てる、打てるね。だけどダディはあなた今そこの椅子に座ってたけども、そこで座ってないで、ね、カエル島行って、世点は、既婚な世点、ね、ニュープラスは5台ございますので、5台のうちの3台ペカらせてくれ。な、はい。結構らしたいんだね。うん。で、帰ってきて。おお、よかったよ。はい。やってくるよ。はい。おお。いや、はい。鬼やね、自分、ほんま。いや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 、というわけでね、とりあえずはね、気候な軍、お二人ともね、まあ、一応台を守ったということでよろしいかな、ね、視聴者から期待されてた宇宙戦艦ヤマトとね、信頼のバイオハザードゼロと台を守った、ある意味これ私埋めかけつとしてはこれね、楽ですよね、一応きちんとした放送は成り立ってるからね、途中でなんだろう、一人は金色系、一人は J ラッシュ行けとか言われたらね、J ラッシュはあかんでしょう。番組成り立たないからね。これ波動法って言うんかい。お、どうだ、ヤマトなんか熱いですか。いや、わかんない、なんか画面の左側に波動法って出てる。いいじゃないですか、いいじゃないですか、たまにはね、ちゃんと大のことをね、深く深く話し合っていきましょうよ。ね、せっかくなんですから。波動法わからへん。ねえ、バイオ当たんないねとかね、バイオマジで当たんない、持ってんやすすぎだろ。JP 踏んだり蹴ったりやなとかね、JP さん頑張っていてらとかね、鬼埋めとか言われてますけどね、JP さん誤爆、そうですね、この誤爆があるのもね、なんだろう、このミッション天の声のね、醍醐味の一つなんですけどね、はい、ゲコゲコとかね、四五ゲキンパルの時みたいな大きいカエルの声と、おっと役物ついたぞ、ドーン、これは何、役物何なんですか、これは分かんないです。第一さん的に波動砲いきましょう、波動砲、波動砲、波動砲いきましょう、波動砲。一応第一さんなんでね、俺的にはあれがリーチ棒に見えちゃったんですけど、違いますね。いや、ちょっと違いました、違いますね、違う、違う、違うないですね、魚やつ、はい、これいいんちゃう、これ砲いいよ。というわけでね、山田ちょっと大きくしますよ、はい、流れ玉怖いわとかね、それそんなに熱くないよとか言われてますけど、おー、やりましょう、そういうのやりましょう、そういうの、いいですか、いいですか、はい、ヤマトに関しては一番熱い日は最終決戦日です。あー、なるほどなるほど、はい、バッキュンバッキュンあれですか、もうガミラス製到着しちゃったぐらいのリーチってことですか、じゃあもう最後の寸前の最終決戦、ね、あー、なるほどなるほど、はい、なるほど、あと、ヤマトが出てきたらチャンスアップです。ダディの音だけでも聞こえないかなっていうの来てるんですけど、そうですね、じゃあダディなんかちょっとシャッターカシャカシャ落としたらマイクつけてもらえるかい、聞こえますか、めちゃくちゃ音でかいんで、はい、さすがにちょっとこのままやるとそちらの迷惑になると思いますんで、はい、自重します、そうですね、はい、基本的にはエーテープ島行った時はダディマイク切ってるんですよ、ね、なんか動きがあった時だけ、あとこちらから呼びかけした時だけ JP さんねマイクのスイッチ入れますからね、はい、小坂さん当たんないですよ、レバー引けとか言われてますけどね、レバー引いても当たらない、はい、引けがね、ゲコゲコしてこいとかね言われてますから、レッツゲコゴガンバゲコゴシャカシャカとか、 JP さん泣かないでねとかね、アンティのダディとばっちり、そうですね、割とダディとばっちりが多いですね。というわけで、じゃあソラリンコのミッション早いこうぜってコメントいただきましたので、じゃあ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 、今日はねどん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 ね、ミッション行きたいと思いますから、はい、じゃあ本日のサードミッション、じゃあね、本当はいつもダディからなんだけど、ね、ダディはあっち行っちゃったからさ、ね、そうですね、順番変えましょう、はい、というわけで、じゃあ次ソラリンコさんだ、はい、ね、
じゃあソルニコさんへのミッションコメント、募集したいと思います。569から569、はい。そうですね、天の声で現在コメント欄にて、エンデック軍ソラリンゴへの、ミッションコメントを募集しております。皆さんコメント欄にてソラリンゴへのミッションをよろしくお願いいたしますね。はい、安定のカフスなんてのがいっぱい来てますけど、ソラリンゴさん今日はカフス忘れなかったね。何その顔。おそらく大丈夫。それ何、カフス今日また忘れたの。いや、そういうわけじゃ大丈夫。そういうわけじゃないって何なの、その何その奥歯に物の重なったような言い方。作ってきたはカフス戻す。作ってきたってあんたそれ。あんたそれマジックテープ、それランケーブル巻いてるマジックテープじゃねえか。機械は任せろ、ビリビリやめて。ありがとうございます。何を言ってんだよあんた。処理芸をやらせていただきました。しょうがない、しょうもない、しょうもない言われた。しょうもない、心の中からの言葉が聞こえてきた。ね、やっぱやっぱ。人にね、とんでもないもん食わせるわね、しょうもないこと言うわね。まあどんどんね、思ったことは口に出してくださいよね。向こう吉野もね、保坂さんもね、どんどん言ってくださいよ。ね。はい。いろいろ来てますけどね。それこそ何番からだっけ、はい、569から。569。あ、そうだ、ダディごめん、ストップウォッチ用意してるんだっけ。返事がない、ただダディ聞こえる。用意してますよ。あー、始まった、大丈夫よ。あ、まだカウントはしてないよね、でもね。はい、じゃあ、埋めかけつの時からじゃあ用意スタートというから、ダディストップウォッチお願いしていいかな。了解ね、ごめんなさい、ごめんなさい、段取り悪くてね、皆さん申し訳ない。ソルニクさん、569くらったから、じゃあ660で締めようか。660ですね、今649だからね、はいはい、あと10個だね、はい、でもどんどんやっぱソルニクさんのコメントね、いっぱい、ね、来てますね、本当ありがたいこってすね。はい、いっぱいいっぱい来てます、ありがとうございます。というわけで、じゃあ660に行くかな、行ったー。ということでね、じゃあ天の声一旦締め切りさせていただきますよ。皆さんいっぱいね、100個目以上のコメントくれた、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんかもうちょっとすごい。じゃあソリンゴさんいいかい。はい、569から、はい、673まで。めちゃめちゃあるな、何番にしよう。あ、じゃあ652。652。はい。いや、穂坂さん当たんないっすね。652。はい。どうも当たんないっすね。中央通路5周。またまたこれ。誰どなたがコメントした感じ。いや、小手半の人じゃないわ。マジっすか。はい。でも、いっぱいいろんなコメントを、くださってる方、はい、それ西村や。うん、それ西村や。しかも西村、お、うん、やばそう、なんかやばそう、ほら、おっとおっと、どうだ、そうですよ、2カメに戻そうか。それ西村やろ、青やん、それ西村やん。なんで究極 V モンキー西村、心が止まらさいが、こんな何、手がいっぱいあることになってるんですか。それめっちゃ西村そっくりやんだって、それ。なんで西村さんの手がそんな土系色んなことになってるんですか。いや、ホサドクシーさすがっすね、西村を。いやー、走るの好きだなリンゴとかね、ダイエット番組ですかとかね、来てますけどね。いや、他のコメントはですね、例えば色っぽいセクシーポーズなんて非常に良かったですね。あとね、梅さんへの本気の不満を言うとかね。そう、あかんやつでしょ。いやいやいや、私何の不満があるのかな、何があるんだろう一体。ねえ、1時間大喜利、これ放送事故でしたよ、これ。おもろいわこれ、視聴者の方、これはあかん。ソラリンゴさんに1時間大喜利とか、キコーナチャンネルね、なくなっちゃうよ、それもう。いやいやいや、ね、ほぶなすぎるだろう。ほんとね、なんだろう、ウェスカ、ほんと、文句の電話してくるわ、それは、ほんとに。あ、赤いですよ。本気の、そういっちゃん。ちょっと熱そう。ガチの年齢公開とかね。危ない危ない、それは危ないぞ。保坂とチェンジとかね、もう聞きましたね。今いいとこだもんね。ダディをなじるとかね。なじるってどういうこと。三ツ矢サイダー一気飲み。私が、ガビーン。あとダディ危なかったね、ちょいちょいね、JP に逃げ子追加とか追加オプションがあったよ、ちょっと危なかったね。危ないですね。3回回ってニャン、
にゃん言葉でセクシーポーズとかね。やばい、それやりたかった。いやにゃんって言ったらやっぱ保坂さん。あ、ね、あ保坂さんににゃんってやってほしいですね。いや僕は猫好きなだけなんで。あ、猫飼ってはるんですか。猫飼ってます。あ、何匹ぐらい。あ、1匹ですよ。やめましょう、猫の話はこいつ長いね。やめましょう。あ、やめます。いやただね、1個で今日衝撃的な現場、今日まさにあのうちの事務所出て車乗る前瞬間だったんですけど、はい、うちのダディとソロリンゴと僕3人ともフリーズしたんですけど、はい、自転車カゴがあって、はい、どう考えても蕎麦屋の出前だったんですけど、え、あ、蕎麦屋の出前だなと思ったらよく見たら両手に子猫ぎっしり10匹以上積んでた。それやばいやつでしょ。それあかんやつでしょ。新手の誘拐でしょ。事案っすよそれ。いや俺最初蕎麦屋の出前だろうなと思ったらカゴにびっしり子猫がぎゅうぎゅうに詰められてたんすよ。それなんかあかんやつでしょ。俺事務所道路の真ん前でソラリンゴさんとダディと梅かくれ3人フリーズしちゃって、そうそう、にゃんにゃんにゃんってずっと言ってて、ダディが一番最初に今のなんだって言って俺ら2人我に帰ったんですけどね。びっくりしました本当にね。いや梅さんあれはびっくりしたね。あれやばかったよね。あれ本当にびっくりしたよ。だって俺ダディの声かかるまで俺本当ガチ固まってたもん。ナンバ怖い、本当ね、ナンバ怖いよね。怖えよ本当に。本当怖いよね。事件とか事案とか言われたんですけどね。準備運動とかね、はい、前々ですらザオラルで事故ってたとかね、リンゴ大喜利はガチでイライラするだろうな。そうですよね、本当はね、イライラとかで、ね、事故とかじゃなくて本気でね、ウエスカが怒りに来るわ。あ、では走ります。皆さん今からとりあえずちょっと自分で戻ってきて、ちょっとこっち、え、何何ですか。ほんのちょっぴりだけアップにして。ああ、はい、虐待じゃなきゃ、いや、ま、虐待って感じじゃなかったんですよ。ただね、子猫の配達だったんだろうかって。子猫の配達やばいでしょ。そう、だから僕らさ、我がエンデク軍3人の中では車の中で、うん、あれは配達だよっていう結論 で、ね、違う話題に乗り換えましたね。そうですね、リンゴちゃんのハーハーを聞く番組ですねとかね、ついでにリンゴも箱に入れようぜとかね、入らん、綾波光栄、綾波じゃない、ナンバだぞ、綾波じゃないぞ、結果にコミットするリンゴちゃんとかね、結果にコミット、コミットして、あの、前々回、え、前回は、はい、あの、全ての、あの、器具を取ってやってたんですけど、今はマイクつけながらやろうと思います。あ、じゃあリアルを聞いてください。ぜぜ、あの、ほんと1個だけ言うよ、はい、あの、そこの中央通路のランケーブルの用事はしっかりしてる。はこれで転んだらやばいです。やばいじゃなくて、やばいじゃなくて放送止まるから。そうですよね、それ本当の放送事故っていう、知ってた。知ってます。ランケーブルでつまずくって本当の放送事故って言ってやりかねないので、ちょっとね、ソラリンゴさん、ね、それぐらい知ってるよね。これは振りですね。言うてあなたもね、エンデックやっても1年ぐらい経ってんだからさ、そのケーブルなくなったら放送できないぐらいの理屈は知ってるよな。やりかねなさそうなので気をつけながら走ろうと思います。はい、では行ってきます。端から行きますよ。小坂さん当たんないですね。そろそろなんかボッコーンって言って、やっぱガラス外して手で入れるもん。なんかその方が早い。あ、ダメですね。ちょっとちょっとサーリンゴさん、ちょっといちびってますね。なんかそんなでダメダメ。どうも、今の一周ノーカンノーカン。うっそ、全然ノーカン。マジか、本気出していけってことね。分かったよ。パンチラインですかとか。つうか時差の関係で前半見逃した、どういうことだ、時差の関係、海外の人方かな、はい、リンゴ倒れたら頭取れるぞ。そうですね、頭がポロッと取れたらそれで放送事故ですね。はい、もっと2周目、はい、もっと全速力で、ね、やりかねないとかね、これで放送止まったらさすがに声出して笑うわってね。、まあ、もしね、あの、画面が真っ暗だったら皆さんそれは笑ってやってください。本当にね、ただダディと梅かけつ本気で、あの、目つき、やばい目つきになってると思うけどね。怖い、はい、配達危ないわとかね、リアル猫集めとかね、ナンバに差し入れいけないわって、ごめんなさい、そのね、リアル猫集めだね、これが本当のなんてね、セリフも車の中で言ってました。はいね、リンコなんかボケてとか、リンゴこけるよ。はい、3周目バリ早いやん。はい、全力だよとかね、はい、
言われてますけども、向こう殿に質問です、はい、チャド伊藤は、美濃岡宝塚で PP してますか。はい、やってますね。本日そうです、今日、チャドさん 見てないですね。いや、連休なんで多分ね、行ってますね。あ、連休パー100っすわ、もうパー100で行ってますわ。もうじゃあ高級日が連休だということでね、はい、もうやってますわ。じゃあ宝塚美濃でね、何ですかこれ、強行突破って何なんだ。おっとおっと、なんだなんだ、強行突破。ダディ、強行突破ってのは何でしょう。カメラの前だけジャンプ。ソラリンゴさん、カメラの前ではジャンプ。イエス、ラスト1周かな。はい、リンゴ手を抜くな、リンゴこけろね。ホール内は走っちゃいけないんだぞ。これこれ、強行突破はあんまり熱くないです。あんま熱くないという。あんま熱くない、あ、わかんないでしょ。あ、エンジンがもう持たんとかね、言われてますけども。はい、いや、ほら、ほら、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。そうですね、ホール内はね、走っちゃいけないですよ。だからね、一応はね、営業終了後の店内でこういうことを行ってますからね。40%、はい、営業時間中にね、こんなソリンゴさんみたいなのがね、飛んだり跳ねたりしたらね、もう出禁ですよね、普通はね。絶対に真似しないでください、はい、先生、リンゴがふざけてるんでプラ2周追加してくださいってね。まあ1周私追加したんでね、まあこのがラスト、これで終わりにしましょうかね。まあ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 、伏せて回らないよねなんてコメントも来てますよね。そんなことはないと思うぞ。おおね、落ちてる、落ちてる球を踏んでこける。はい、お疲れ様ね。はい、ヤマトって言われたんですけどね。まあまあ今の強行突破はそこまでは熱くないということだったんでね。おっと、そしてバイオはまた、バイオこれ疑似連でしょうかね。大阪さん、緑色じゃない、疑似さん、そんな色求めてないですよ僕は。もう保留変化してますか。保留変化、緑で保留変化、疑似さん、疑似さんだとそこまで熱くないんじゃなかったら。ダディこれ399はこれおそらく疑似4までありますね。そうなんですか。はい、疑似読んでも、しかも確定じゃなかったはずなんですよ。バイオ、はい、バイオは読んでも4はあるらしいですね。疑似読んで確定じゃないらしいですね、はい、確かね。はいはい、この店舗の配信初めて見るんだけど何店ですかという質問来てますので、そちら向こう殿。はい、この店キコーナー伏せ店です。伏せ店です、はい、そうですね、東大阪にございますキコーナー伏せ店でございますね。よろしくお願いしますよ。お願いします。はい、よく考えたらリンゴ衣装がいつも一緒やな言われてますけど、どうなんでしょう。実は同じ形のタイプの違う服です。というわけで毎回違う服は服なんですね。実は違う服です。こういう雰囲気の服が多いだけ、多いだけということで、はい、あ、そんな感じです。リンゴの衣装は選択してないということなんですけど。してる。ああ、なるほどね。一着一着違うから、自分で選択してるんですか。してるしてる。自分で、はい、クリーニングとか。あ、クリーニング出してるんですね、はい、はい、日曜日に修羅の時で33万買って、今日はおきどきで3万負けました、山形県っていうね、コメントねいただきました。おめでとうございます。33はでかいですね。でかいですね。てか、早を当てろなんてね。いや、ちゃうんですよ、これね。至極もっともな。今ちょっともったいぶってるんですよ。あ、見せるとこで見せよう思ってね。お二人とも、だいたいスタート300回転ぐらいですか。あ、もう300。そうですね。お二人とも今現在ちょうど300回転ぐらいで、お二人とも、何もなしというね。何もなしですね。今、大当たり回数、小当たりもなく、ゼロ、ゼロとね、ゼロが並んでおります。選択できるのは、そうですね、お選択ができないんでね、クリーニングに出してるみたいですよ。はい、じゃあリンゴの、梅さんのミッション行こうかということでね。梅さんダッシュの番、本気のボケ枠テカとか言いますけどね。いや、俺は走ったら、俺だから言ったでしょ、私ね、そんなね、マラソンできる頃元気な配方持ってないんだわね。はい、というわけで、じゃあちょっと私トリンゴさん、はい、こっち来て。はい、ではそちらに。じゃあ私、梅垣さんにちょっとね、ミッションさせていただきたいと思いますのでね。ダディ、 JP さん、聞こえる。はい。お、またなんかガガラミスボ。じゃあ申し訳ございません。赤い、赤いよ。赤い来た。やっと来た店は赤保留。赤保留。ちょっと待って。いや、それよりさ、スイッチやってよしたらね。はい、スイッチ。はい、というわけで、じゃあミッション募集します。はい、というわけで、よーい、スタート。はい、今から2分間です。今から2分。じゃあダディ、悪いけど、2分だったら立ってよって言ってくれます。了解です。その間774からだな。774からね。はい、はい、でその間俺ちょっとガチでちょっと
あの向こう用紙殿のちょっと台見てるわ。はい、これ疑似連絡みました。いやよくわかんないです。今なんか3かけ3なんで、これ疑似3ですね。そういうことですかね。なんか横の台もまた緑、いつも緑やねん。また緑だけど赤やから赤ね。え、他の曜日だったらね、緑バカ緑とかね、バカ緑バカとは言われてますけどね。どうなんでしょうね。ヤマトもこれ疑似3ですね。疑似3ですね。で、赤保留、これ赤保留ですね、おそらく。赤保留でかい。ただどうなんでしょう、これヤマトってこの保留の保留玉のこの長方形の四角形自体が変わりませんでした。え、この長方形の、ま、このカードのままでした。巨大魚雷星2個半、まあ、絶対無理でしょ。からの文字の変化とかもないですね。まあこっからおそらく何かに変化するんじゃないでしょうか。残り1分、残り1分ですね。はいはい、バイオの方はどうでしょうかね。ギリ 3もいかなかった。ギリ2 で保留は緑、緑。あーちょっとね、なかなかね、まあ言うて3キュッキュね、両方とも、ヤマトが3キュッキュで、バイオハザード0の方が 392.4 分の1ですからね、共にマックス期ですからね、そう簡単には当ててくれない。ヤマトもちょっとこれ絶望的ですね。あかんでしょ、ヤマトやばそう。ヤマトはこれちょっと絶望、これで当たりはしないですね。これで当たったらね、そんな苦労しないんだ。ね、そんなこんなですけどね、トリゴさんね、あの黙ってないでね、はい、あの、はい、なんだろうなんだろう、ちょいちょい変え、あ、もうね、いろんなこと変えてますよ。はははは言ってんだね、はい、ほらもう店長の悪口30秒とかね、焼き鳥さんの悪いところとか、5秒前、はい、はい、4、3、2、1、終了、はい、終了。じゃあ905、905ですね、はい、774から、はい、905、すごいたくさんのコメントありがとうございます。当たらん、マジで。え、何番から教えて。774から、774から905、774から905です。めちゃめちゃね、本当にね、この2分でめちゃめちゃたくさんのコメント、本当ありがとうございます。じゃあね、はい、何番ですか。はぁ、いやでもコーラ嫌なんだよな、ほんとに。あ、炭酸系の息飲みが今回多いんですよ。もう嫌だコーラ、何弾いてもそれになりそうな気がしますけど。さあ、何でしょう。絶対でもあれでしょ、コーラ多いんでしょ。多いです。843とかだな。ちょっと待って、ちょっと、はい、まだ早まるな、ソリンゴ。早まらないですよ。いや、炭酸やめてヤクルト一気飲みとかにしよう。いや、だからそヤクルトって飲み物とか、ヤクルトって買い付けたらいいんですよ。優しい方がいらっしゃればいいんですけど。今いや、843でいいや、843で。843で、843、なんだ、コーラ2本一気って言われてますよ。男っすね、2本って。男っすね。すごいとこ行きますね。2本はやばい。2本ですよ。いや、ちょっとさ。2本っつった？ 2 本。いや、買ってくるけど、ちょっとごめん、あの、おしぼりマシーンもちょっと借りる、あの、1個使わせてもらうわ。はい、どうぞどうぞ。はいはいはい、はい、あの、お店の中でリバースとかちょっと本当はしんどいんで。あー、もうそこ気をつけていただいてね。いや、リバース、いや、なんだろう。もう2本って言われてるね、梅や行こうって言われてますけど。自販機くっついてるとダーディの様子見てきます。そしたら2本きつくねーってね。ポパカさん当たんないですね。当たんないと。あれ、今何回転いきました。お二人さん、いやもう300は軽く超えてます。300軽く超えてた。いつの間にか超えてるもんな、俺の方が。いやいや、いやこっちの方が赤保留とかやっぱ見せ場作ってる。いや、こっちだって緑保留。いや、そっち役立たずやからな。赤保留互いに褒め合ってるけど。まあでも赤保留見せたからもう大丈夫やと思う。これが三強の赤保留だ。かっこいいっす。いや、かっこいいけど。あそこ当てな。そうだね、あのさ、はいはい、自販機くっついてる、ね、ダディ見てたんだ。はい。どうしました、何がありました。一台かわいそうに名前入りさせてさ。嘘、名前入りです。残念ながら すげー悲しい顔してたよ。実況ありがとうございます。ありがとうございます。いや7揃っちゃってんだもんな、あれ。いや、坂さん、これそろそろやっぱこのこいつ外してやりましょうか。もう外してこうやっ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 て。いや、それやったことないけど。お前やってるん。カラス外して手で入れる。マジっすか、やるんすか。
え、やったことあるんですか。いや、どっかの店でなんかやってた記憶が。なんか、前なんか店長ここで手入れですか、手入れ手入れ手入れ、服部くんでやってませんでしたっけ。手入れはね、殿下の方とやっぱり手入れといえば、ダディ何曜日ですかね。あ、手入れ、はい、はい、手入れはね、大東店のね、一子相伝の、そうですね、引き継がれてきた伝統なんですけどね。いや、コメントでもね、手入れしないと当たらないよ、放送でっていうコメントもね、いただいてるんですよね。いやいやいや、でも結構いけると思うんですけどね。いかんせんね、穂坂が仕事しないんだよ、ほんまに。いや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 、僕赤保留出しましたからね、これが三強の赤保留だって言って拍しましたから。そこやったら言うな、赤保留って言って。あ、木村は普通に手入れしてるっていうコメントいただいてますよ。あ、そうですね、水曜日、はいはいはい、水曜日ありがとうございます。伊勢崎のまっちゃんと神戸中央のハード店長というコメントもね、いただいてます。ハード店長、店長も何、手入れする、手入れしてるんですか。え、生田川の時に手入れやってたのかな、じゃあ。まっちゃんはね、やっぱね、もともとはね、大東のね、あれですからね、もともとは。いや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 、というわけで、じゃあ、はい、それはさ、もうちょっとコメント読んでて、ごめん。はい、手入れでもいいから、とりあえず当たり見せてっていうコメントもね、いただいたっていう。ホーパーカーさん、頑張りましょう。いや、ほんまに頑張ろう。ほんまに会場で参加です。これで当たってほしい、この青保留。いや、そう、絶対無理やん。青保留ですか。青保留、青、当たるか。青で当たってほしい。赤だったら期待あるけど、青ですかね。赤を見たい。赤が見たいですね。赤見たいですね。あと、テントウムシ、テントウムシがいいね。あ、そうですね、テントウムシ見たいですね。これ、西村やん。これ、ここのグルグルなんだ、グルグルなんだ。なんかよくわからんけど、よくわからん。とりあえず、西村を切り裂いたってやつだね。あ、あ、あ、ちょっと言って、なんでモザイクかかってるんですかね、そのキャラクターに。普通に出せばいいのにって話ですけどね。あ、そしたら残り30分になったら手入れしてっていうね、提案が来てますよ。そうだよ、もう30分になったらもう手入れしましょう。しますか。はい、それまでにやってます、頑張って。はい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 、いや、当たるでしょ、もう。もうこの青保留に期待してるんですけど。いや、もう、いける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 、ちょろいちょろいな。バイオをちょっと大きくしてっていうコメント来てるんで、ちょっとバイオの方を大きくさせてもらってます。青堀やけど、青堀ですけど、青堀の1個手前やね、今2個手前、1個手前の1個手前でなってんね、今多分それあんま信じたか、はい、はいはい、いや、これが実は、じゃああれですね、コメントでも来てるんで、あ、3つ揃った、お、3つ揃った、オージモノが揃うとチャンス、チャンスやん。チャンスでそんな騒がんね。いやけど初めてやね、これずっとやってて。今バイオを大きくしてんのかな。はい、してます。はい、じゃあ、梅垣さん、そのコーラ一気飲み終わったら画面を2画面に戻します。よろしいですか。いや、あれ、はい、バイオ終わってからでいいよ。はいはい、じゃあ、バイオそんなアップしなくても大丈夫ですよ。大丈夫ですか。いや、さっき当たる言うて。いやいやいや、この青保留に期待してんね、俺は。どうだどうだ、いけば、ま、潜伏、ここから、ここから潜伏なんやろか。潜伏なんよ。なんか割れたで、割れたで、お、割れた割れた、ユリアみたいなやつ出てきたやん。ユリア似てる。いや、多分男やね、確かに似てる。あ、ユリアちゃう。男、女だと一生思っちゃったけど。いや、どっちかって言うとユリアよりシンやろ。シン、これは白、頑張るんや。残り9、うわ、西村みたいなめっちゃおるやん。いやいや、やっぱり西村さんにしたいですね。ちょ、おらんか、好きなだけ言えるだけ言うとこう思って。いやー、タイムアップ役立たずだよね。まだよ、まだよ、はい、まだよ。でも、そもそも青保留ですよね。いや、その青保留の手前なんですよ。どこ一匹。あー、あ、出た、当たった、あ、あ、当たった、レインボー、レインボー、じゃあレインボー、おめでとうございます。やった、よかった。けど、これが何かよくわかんない。もう、問題ない、これ 64%わからんねやろ、まだわからんの。横見たらええやん、これあるやん。しっかりしてこそ、ほんま学園入ってるかどうかやろ。というか、これ VST ですよね。なんかコメントでね、突 ST ゲットって言われてます。ああ、そうなんですか。あの、1ラウンド学園です。
一覧の各園なんでいきなり右で V にが入ります。なんでもう V 入賞で V 入賞になりました。はい、いやただね、いいな、仕事してるわ。というわけでおめでとうございます。バイオハザード0は無事 ST に入りますね、これでね。はい、おめでとうございます。しばらくはね、バイオの大当たりを楽しんでいただきましょうね。ちゃんとクラッシャー保坂さんお仕事なされてますね。別にね、向こう吉殿が仕事してないって言いたいんじゃないんですよ、ね、向こう吉殿もね、ぜひとも。やばいわ、仕事してるわ俺。いやもうさ、自信過剰やろ、普段仕事してない。いやいやいや、誰かさんは赤堀見せただけやろ。ああ青堀龍が一番熱いって聞かれてますけどね。いや、青堀龍の手前やったっけ、あなた。手前手前。いやほんま、ございます。保坂さん、なんか悪いことしたんちゃいます。いやいやいや、あれ3、お、あれじゃあ、いやいや、赤堀やで、弱いの。いやいや、あ、終わったね。そんなポコスが当たらない。じゃあ、うずめかめ、一番小さい状態でいいから、はい、私もサクッとやっちゃいますね。はいはい、お願いします、はい、いきます。はい、男や。オッケー、そこでオッケーですよ。はい、飲んでください。大丈夫ですか。赤堀、はははは、息弱いね。焦った。目痛いな。よっしゃ、ギュインギュイン言うてる。カチカチしてますね。早いな、これもう2回転やね。ほら、あ、早っ。不正を疑うやつやね。ほら、いきた。メガジさん OK です。おめでとうございます。サンダーやった。眩しいって言われてる。あ、すいません。ゴー、いいな。お、目打ちした。すごい。何聞きたい。じゃあ、なんかいっぱい。はい、どうぞ。いや、わからへん。あ、じゃあこれ、まずこれやつ。歌ってな、歌ってな、歌えたやろ。ほうほうほう、あれ、ホモサカの反撃始まったって言われてる。ホモサカって言われてるよ。いやいや、違いますよ。だからね、ホモ、ホモサカ、ホモサカ、ホモは、ホモは西村伏線。ああ、そうでした。西村伏線よくゲイバー行く言うてましたもんね。ゲイバー行くんだ。あの人ゲイバーよく行きますよ。マジですか。さらりと面白いこと聞いちゃった。ちょっとゲイバー通い。あー、あー、どこ見えない。ああ、横で壮絶な戦いが。中見えない。ああ、中見えないが写真は撮らせていただこう。はい。ああ、写真が撮れなかった、残念。はい、梅さん1本目終了、ありがとうございます。俺も、はい、1本目で今日涙目なんだけど、なんか。はい、もう一回頑張ってください。ああ、きつい。これあれかい、2本連続じゃなきゃダメかい。どうなんでしょう、2本って言われてたんで。じゃあ2本連続だね、これはね。そうですね、はい。いや、きついな、ちょっとこれ。あ、コメントで、結局保留なんでもいいんだねっていうコメント来ちゃってるんですけど。そういうことっすよね。結局そうですね、保留は関係ないですわ。当たりゃなんでもいいんすよ。当たりゃ、はい、いや、もうこれ何でもなかったダメって言われてますけど。あ、梅さん大丈夫っていうね、心配してるコメントも来てますよ。あ、大丈夫です。はい、これぐらいは大丈夫です。じゃあ2本目いくよ。はい、ね、どうぞ。男や、行きましたね、行きましたね。男や、男だな、あれが男や。さあ、大ヒさん、あの梅北店でもあった話なんですけど、はい、いや、2台掛け持ち遊戯してませんか。いや、しない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 。あの梅北店では東店長が堂々と掛け持ちしてて、あ、あの鼻でかい方ですね。あの顔でかい、鼻でかい方なんですね。あはいはい、ありがとうございます。梅さん超グッジョブって言われてます。ありがとうございます。ただどう、あ、おめでとうございます。いや、早すぎでしょ、そんな。じゃんじゃん行きますね。ST の見せ場がない、そんな。大当たり見せてるだけあかんでしょ、坂さん。いや、もうバイオハザードの予算今めっちゃ出してる、俺。いや、絶対嘘。お、いや、面白いわ。こっち全然面白くないよ。全然面白くない。いや、やっぱりあの、ヤマトのね、あの、ST 見たいとかやっぱりいらっしゃるので。せやー。ヤマトの見せたいんや。じゃあ、いいですね。当たらんのや。これがまた当たらん。いや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 、はいはいはい、あずまに通報しました。なぜあずまさん、あ、掛け持ち遊戯ですね。大平さんは掛け持ち遊戯やってないですよ。やってないです、やってないです。そういうのやめてください、ね、私の見間違いだったんで、はい、そう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 。ギュインギュイン言いすぎでしょ、すごいことなってる。ギュインギュイン言うてるもん。
ねえ、ね、ミシムの着メロみたいな。バイオの役物壊れてないっていう心配のねコメントくれますけどね。え、なんか完成するんですか。さっきなんか首みたいなのいっぱい押してきとったよね。マジですか。なんかあれ以来全然動かへんね。動かないですか。ホサカさん、それもしかしてリングの二の前。いやいや、もうリングやめてもらっていいですか。あー、ごめんなさいごめんなさい。これ身内ネタですね。これあかんねえ。心の傷が。あー、わわわわ、身内ネタ触れないでおきましょうか。はいはいはい、故障わらわらってね。誰ですか誰ですか。やめましょうやめましょう。そういうの。はいはい、誰ですか今リングが故障なんで。誰、絶対身内おるやろ、この身内絶対身内のネタ。誰も来るわ、絶対。すぐリング壊すから。いや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 、もう勘弁してください。リングはトラウマっすわ。トラウマなんすね。あ、婿養子、来週、はい、東に怒られますって言われてますけど。大丈夫です、僕、大丈夫です、大丈夫です。東店長、大丈夫です。最近会ってないですもん、ほんま。会った森口以来ですよ、ほんまに。あー、そんな前なんですね。なんか、森店長が僕の写真みたいから顔撮らしてみたいな感じで写真撮られましたね、なんか結構昔っすよ。あらららららら、ら。いや、でもね、心のね、番組をこっそり見てからこっそり来る可能性あるんじゃないですか。いや、怒りに来る感じ。いや、来たらあんなんペンって蹴たったんですよ。大丈夫ですか。かまいません、かまいません。ホサカ、うちのホサカがなんとか違うの。いや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 、それ、なんでもかって俺が言ったらあかんねん、ほんまに。入ってきたらダメですよって追い返してくれる。いや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 、ここ部外者が立ち入っちゃダメな。部外者なの。いや、もうホサカさんもううちの用心棒なんで、もう。ギュエンギュエン言いましたよ。それは無理やろ、無理あるわ。無理ある。伏せ界隈でホサカ見たら逃げろみたいな、そんな感じの。そんな、お触れが回ってそう。はい、車もフルスモークなんで。いらんこと言わない。この話膨らましてあかんねん、そんな。エジンの。はいはいはい。もうね、コメントで突っ込まれてますよ。ホサカ、東を店長と思ってないのかってね、言われて。いや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 、そんなことない、そんなことないですよ。やっぱ宮戸店長のプレは怖いですね。いやいやいや。怖いっすわ。いや、そんなんええねん、こっち当たってるからな。早く当てえや。ちゃうやん、当たらんねんや。当てたいよ。でもここで引きを使ったら、うんうん、あのチョダマがやっぱ。そう、俺もそれはちょっと心配してる。お二人様そんなこと気にしてたのか。チョダマ怖いな。そうそう、明日うちに行かれんな。やばい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 。あ、昨日の放送もなんかすごい引けって言われてるわ、これ。言われてますよ。昨日の放送も身内らしきからリスリスされてたなってね。身内の方も結構やっぱり見に来てらっしゃるので。怖いですね。ね、明日は我が身ですよ、明日は我が身。いや、怖い怖い。大丈夫ですか。あー、危なかった。お帰りなさい。梅さん帰ってこない、梅ちゃん帰ってこないねって。梅ちゃんコーラので既得はですね、既得ではないですけどね。なんだろう、本当にね、日本はね、胃が重くなるっていうかね、量がきつかったよね。梅先祖確認、リンゴ歌ってとかね、梅さん大丈夫、梅失踪とかね、ダディ失踪、ダディはね、まだ打ってたっすよ。ただね、1台だけ名前入れしちゃってね、はい、ずっとニューパルの赤菜の曲が流れてた。てーれ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 ー、おー、来たー。おっとよ、チャンスチャンスチャンス。これはどうだ。さあ、この役もから。また波動砲やん。波動砲、ダメですか、これ。じゃあ、ちょっとじゃあ一瞬ね、ヤマトをアップにしましょうかね。はい。波動砲。ヤマトも大きく、あ、はい、はい、弱いとかね、言われてますけどね。じゃあ JP さんは P3G 中なので、向こうとのミッション行こうぞへってことで。そうですね。じゃあ本日2回目の向こう用紙どののへのミッションをね、募集したいと思いますよ。皆さんありがとうございます。ダディ聞こえるかい。 JP さん、はい、じゃあストップウォッチの用意をお願いしますわ。それでは皆さん、コメント欄にて、本日2回目の、向こう用事やったーやったーやったー、どんなもんじゃい。すげーかっけーかっけーかっけー、やばー、ギョインギョイン言うてろ。え、何これ、これはかっこいい、すごいかっこいい、やったったわ、これはすごいですよ。やってやりました。おー、というわけでダディ、ストップウォッチ頼む。はーい、じゃあ行きます。皆さん募集スタートします。よーい、スタート、スタート。来たーとかね。ダディさん、あれ当たったの。当たりました。もう役物ぐるんぐるん回ってる。あれでしょ、あの棒がぐるぐる回るやつでしょ。うん、リーボーが。そうリーボーなんたらの、リーボーなんたらみたいな。リーボーって言っちゃったけど。うん、それからの 50% 引き勝負ですからね。大丈夫です、僕引き強いんで大丈夫。よろしく。時短でも引き戻したいんでしょ、もう一回。いや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 、チャラいチャラい。いや、ただチャラいチャラい。
ダディ、厳密に言うとそれ一回あったんでしょ。え何3球球引き戻したテンポもあったんですよ。あの1回転引き戻したテンポありましたからね。ST に漏れた上にその電柱に拾ったやつで3球球の位置、はい、なるほどなるほど、受かったってなりましたからね。というわけでね、まずはね、何番から半になったらね、伝説の手打ち、手入れなんてね、話もありましたけど、手入れなんてしなくても僕たちだったこのチョロですね。なんていうんですか、ここだどこだと思ってんだ、誰だと思ったんだね、非行な伏線を私は向こう押しいところであるぞということでね、チョロいっそ、はい、引きの強いね、非行な伏線のスタッフだぞということでね、見事、ね、自力で当てることに成功いたしましたということでね、こっからですよ、でもね、こっから50%、ミッション残り45秒、はい、ミッション残り45秒、何番からですか。絶対無理よ、コメントナンバーがですね、はい、60%、半分やないか。お、やった、入った、おっと、入ったんじゃない、やった、あ、やったったわ。もうこっからもうパッコンパッコン出るんで、もう甘かしてください、視聴者の皆さん。1069から1069からというわけで、おめでとうございます、おめでとうございます。さすがやな。いや簡単やこんなん。簡単、チョロいチョロい、ヤマトって簡単。10秒前。いやこれで単発が終わったらおもろいけど、ね、いや単発なんでこんなない、多分今から終わらんな。チョロいチョロい、梅さん投票終了です。はい、投票中ですね、ありがとうございます。何番でしょうか。1070まで、バイオもまだ当たってますね。バイオまだ、はい、はい、おめでとうございます。あと70、いやいやいや、いっぱいのコメント決めたい、いい音楽流れてきました。いや、いい音ですね。ニシムがよく歌うやつですね。もう山田チョロいっすよ、ほんま。こんなチョロポンソン。カラオケってあれですか。カラオケって宇宙戦艦ヤマト歌われるんですか。いや、ニシムのくせにラブライブとか AKB とか。あ、いいですね、ラブライブいいですね。ラブライブとかなんだ。ニシムのくせにあのラブライバーなんで。ラブライバーですか。次出演の時にあのラブライブの話してあげたらすごい喜ぶんで。なるほど。じゃあね、いつもね、割とね、なんだろうね、割とあまりそういうところでね、喋ったことはなかったんでね、はい、トロイヌさんです。じゃあ、向こう吉でもよろしいでしょうか。はい、トロイヌさん案内して。1069から、はい、1070です。ちょっと待ってね、ん、まあ、私間違えた、1170か。いや、トロイヌさん、うん、あら、こっち充電刺さってなかったわ。あれ危ないですか。うん、あの AC バッテリー持ってきて。はい、1069から1170です。トレグさん、急いでちょっと。ああ、危ない危ないですか。ちょっとやばいわ、うん、なんか終わりそう。おい、しっかりしてくださいよ、ファクさん。ほんまにちょっとやばい。しっかりしてください、ほんま。あばばばばばば、こっちじゃない、こっちじゃない。じゃあ、よろしいですか。はいはいってどっからですかね、はい、こちら1069、1069から1170番で1100何もでしたっけ。1170から、はい、いや、1069ですね。1069から1170です。やっぱ4桁になるとね、打ちながら考えるからね。じゃあ1167大丈夫でしたっけ。67、1167ですね。はい、はい、いい国作ろうみたいな感じで。あ、これいけるでしょ、こんな当たるでしょ、こんな。1167でよろしいですか、はい、1167、1167いけるいける。まあ、ほとんど、うん、ほとんどこのコメントだったんですね。さらに解明、またはい、さらに解明、チョダマスオに解明、チョダマスオ、はい、みんな好きや。はい、というわけでね、本日2回目のミッションはまたまた解明というわけで、チョダマスオさん、チョダマスオ、赤堀、はい、ちょっと待って、ソニックさん、本当大丈夫か。こっちももうギュイーン、ギュイーン言いますから。合ってる合ってる、はい、オッケーオッケーオッケー。おい、おギュイーンって、おらおめでとうございます。ちょろいちょろい、すごいすごい、皆さん、これがヤマトのレンジャーでやばいぞ。すごい回るな。バイオの方は残り12回転。いや、赤堀さんも、あ、でもこれで転廃しますね。いや、この前、次っすね、次。いや、もういけるでしょ、岡田さん。いいですね、これで当たるはずなんで。呪い解けた後、そうですね、呪い解けた、これでなんとなんと、そうですよね、ダディ、
キコーナーチャンネルでね、ST 入ってから駆け抜けるなんて言われてたね、あの、ヤマト店長の呪いなんてね、コメントもございましたが、やっとキコーナーチャンネルで宇宙戦艦ヤマトをきっちり見せることができましたね。はい。タコタコ来たとかね、チョダマスオおめえ呪い解けたとかね、チョダマスオ採用に俺歓喜と、そうですね、あの僕もすごいチョダマスオね気に入ってたんですよ。だからね、あのこのチョダマスオってこのね1192コメントの方がね、あの一番最初に書いてくださって、僕梅か月個人的にはすごい気に入ってたんですけど、視聴者の皆さんもね、多くの方がね結構気に入ってくださったみたいでね、はい、いやーやっぱりね、はい、接点違うね、違うね、やっぱりね、あのなんだろう、まあ例えばさね、あの私が MC になってからの話だとさ、あの花系ね、花の刑事だってさ、チャド伊藤さんの引き強かったじゃないかね、だからやっぱりコーナー接点はやっぱり違うんだよ、はい、すごいなーって、ほんとすごいですよね。はい、マサノリはナンバーナウなんですとかね、おっとおっとおっと、これはどういうことだ、マサノリは本日大学の同窓会とかね、マサノリはナンバーナウですとかね、いっぱいコメント来たけど、どういうことだ、全然も知らん、バイオやっぱり薬物不良、え、薬物は不良じゃないですよね、薬物落ちてきてますよね、バイオね、いや、よくわかんないですね、よくほんまによくわかんないですね、故障してるとか、どういうことなんでしょうね。ヤマトの方 V がすごい音ですね、これね、大丈夫、バイオ焼くもの出てきてない、え、出てくるんですか、焼くものが落ちるんですか、これ焼くもの落ちてくる、え、どこが落ちるんですかね、これ全然落ちてこないですよ、これは放送終了後ちょっとね、じゃあちょっと確認してみましょうね、はい、故障してたらダメですからね、はい、梅北の引き終わり店長とは格が違う、そうですね、あの東店長ね、あの東店長、あんなもんいやもうあの一緒一緒にもう聞こうなんてね、いや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 、一応ね、私も月曜日のね、もう一つの担当が梅北の担当なんで、あれな、なんともよう言わんですけども、信頼必ずほぼほぼ今のところ東店長設定6打ってるんですよ、いや、あの人引き弱い本当に弱いですで同じ設定6でも、例えばここ横にね、今横にいるこのソラリンゴなんてのが、はい、変わって打つと、上乗せ特化ゾーンとか入るんですよねそうなんですよ、私のタイミングで絶対いいとこ行くんですよね、関西なのに大和行くのかとかね、はい、あのね、飛行な関西のね、放送ではずっと大和がね、当てれなかったんですけどね、はい、バイオも続いてますね、おめでとうございます、東は設定1のエンマ君で負けたからねとかね、まあ、設定1、まあ、設定1でも設定6でもダメなんですよ、本当ね、今のところなんだろう、戦国バサラ2あたりからずっと設定6でね、彼は負けてますね、いやもういいところ、鼻でかいところだけしかない、いやいやいや、アズマディスとかここで焼くもの、あ、さっきの瞬間で焼くもの本当は落ちるはずだから、じゃあちょっとね、放送終了後にちょっとね、なんかちょっと確認してみましょうかね、あの壊れてたらあかんからね、はい、確認してみます、ありがとうございます、小坂さんまた壊したの、いかん、いかん、飛行機の搭乗時間、あ、なるほどなるほど、え、ということは何、空港で見ててくれた人、あのこのフィリピンの方、そうだよね、はい、フィリピンから、そう、フィリピンのね、空港で飛行機待ちながら見てますって方がいらっしゃったんですよ、ね、本当ね、あの気をつけて、今のところね、まあ、フィリピンも大阪も大して変わらない、やっぱフィリピンの方が暑いのかな、大阪も結構暑いですからね、気をつけてください、気をつけて帰ってきてください、はい、保坂リングも壊してまたバイオも壊したのかよ、いや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 、クラッシャーの名は伊達じゃないみたいなね、ことで、さすがっすわ、いや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 、もうね、そこちょっといじらんといてほしい、あ、さあ次行こう、フィリピンの人ご苦労様とかね言われてますね、さあそうですね、じゃあクラッシャー保坂さん2回目のミッション行きましょうかね、あ、お渡り中ですけども、ダディまたストップウォッチの用意してください、お願いしますね、マサノリに通報しましたとかね、そっか、クラシアが売ってるから薬物出てこないんだとか、多分ね、いやでもね、さっき動いとったんですよ、めっちゃ、あ、そうですか、めっちゃ動いとって急に打ち出したらなんか知らんけど台に嫌われてるクラッシャーやわーとかね、あ、暑いしスコールすごいよとね、大阪もなかなかに暑いですよね、梅さん、はい、いいですか、はい、じゃあ、しますよ、じゃあ皆さん、コメント欄にて、本日クラッシャー保坂さんへの、ミッション内容をよろしくお願いいたします、タネマから募集開始スタートスタートします、何番からでしょうか、ですね、
1129からでございます。はい、はい、お願いいたします。皆さんね、コメント欄にてどんどんクラッシャー保坂さんへの、ミッションコメントをよろしくお願いいたします。どん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 来てますね。はい よいしょよいしょ。あ、本当ね、フィリピンの人ね、本当すごいよね。でも本当ありがたいよね、本当ね。そうやって空港なんかでもね、見てくれてね、なんだろう、 Wi-Fi ルーターとかの通信には大丈夫だったのかな。本当ね、うん、ありがとうございます。気をつけて帰ってきてくださいね、本当ね。設定不問で負けるアズマとかね言われてますけどね。来週またね、お、今黄色と黒のしましまですね、ドリルがね、なんかね。でもうわーってなってますね。すで設定カンパするとかね。あれ？いやまあこっからなんで。こっからですね。いやもうまだまだまだ、今のはちょっと余興にして、はいはい、余興なんで。残り1分。まだ92回残ってます。92回ですね。もうすごい、いっぱい残ってます。伏せて設定カンパするかいとかね、代わりに埋めきたれ天の声やったらいいか。そう、あのね、先週からそういうお声がね、非常に視聴者からいただいてるんですよ。え、だから埋めきたかパクったんですか。いや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 、違う一回チェンジでね、だから埋めきたでやってる、それは設定カンパバトルをね、気候な伏せ店のスタッフさんみんなで設定カンパバトルをやって、ほいで埋め立てね、天の声やろうかなんてね、その企画も私ちょっと実は考えてますんでね、皆さん広告期待ということでよろしくお願いいたしますね。はい、そうですね、東、同じですねとかね、明日故障中ってなってるんだろうねとかね、言われてますけども、まさのりに通報したぜとかね、あ、通報しすぎでしょ言われてますけどね。いや、どうなるかどうなるか。ヤマトは、ST は何回ついてるんですかね。ヤマトは ST が、はい、なんともれなく120回ついてます。120回ですね。で今まだ残り、90回ぐらいで始めて、はい、全然まだ大丈夫ですよね。皆さん終了です。終了ということでありがとうございます。というわけで、1353まで1129から1353、1129から1353の間で、いや、保坂さん、結構ね、真剣に考えて、ね、祈って選んでね、結構きついの来てるから。あ、そうなんですか。うん、怖い怖い。1127でしたっけ。1129から1353。じゃあ1290で、1290、なんだろう。はい、1290。うわー、どうなった、やばいっすか。これなんだ、クラッシャー保坂さん、今日ね、そういう星の元に生まれたんだね。うわー、すごいすごいすごい。1290 JP4 ゲコ追加でダディ何ゲコ今、はい、でダディさん、そしてさ、うん、一台さ、あれ名前入りさせちゃったね。名前入りしてるね。で4ゲコってことは飛行乗せて、ニューパルサーが5台しかなくて、うん、そうだね、1台名前入り、これ農家だね。そうだね。で4ゲコってことは残り全台をゲコラスまで帰ってこれないね、これ。まあそういうことになるね。いや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 、ビックリ。コメントがガーゴになってるけど、これは違う。まあガコでもゲコでも同じだから、うん、はい、いやいやいや、なんだろう、今日はね、本当にね、ダーヒーさんから、向こう用紙殿から、チョダマスオとね、はい、要はチョダマスオさんはもう今日は改名の日、はい、そしてクラッシャー保坂さんはひたすらこう、我がエンデック君ダディへの攻撃というね。攻撃、鬼やな、今日はね、そういう星の元の日なんだね。台が足りひんとかね、ダディフルボッコとかダディ逃走とかね、こんなん草生えますわとかね、言うてすごかったんですよ。保坂さん、はい、何か恨みありますか。本当に迷惑かけて、いやいやいや、まあいいですよ、全然、ね、うちのダディになんかちょっと気に食わないとこありましたか。いや、もうこっち、すいません、もうこっちは順調に当たってるんで。当たってますか、そうですか。ヒゲでメガネだったらダメとかなかったでしょ。デブでヒゲでメガネじゃダメなのかというところですけどね。まあ、頑張ります。すいません、頑張ってください。ソリンゴさん、ちょっとね、右のカメラ、はい、
ちょっとバッテリー見てきて。あ、危ないですか。ホパカさん、あれやでな、これなんかスターボーブに出てきたな、これな。ほんまや、掃除機みたいなやつ。まだ終わってんやんな、ひどくしない。え、あ、ちょっと危ないです。終わってない、終わってない。赤い赤い赤いの、なんかスターボーブに出てきそうな、掃除機みたいな、ねはい、ダディ、今だ殴れとかね。今7連目やで、俺7連してんで。ええな。いやー、順調。詳しい保坂さん、今7連目ですね。7連チャン目、はい。いやー、すごいですね。いややっぱバイオハザード面白いですね。そうですね。打ったことない。いや、打ったこと初めて初めてですか。いやー、続いてますね、はい。いやさすが。ただで打てるからええやんって思わないと、ダディとかね、藤間ダディ頑張れとかね、 JP 切れていいよとかね言われてますから、いろいろ恨みあるんやなとか言われてますけどね。あ、クラッシャーカメラバッテリー切れかけてないと教えてくださった方、非常に助かります、ありがとうございます。今ですね、ちょっとアダプターを接続してね、はい、電力供給しようとしてますからね、ちょっとお待ちくださいね、ありがとうございます。藤村ダディ JP 応援してるよとかね、ありがとうございますね。いやー、ほんと、まあ、こういう日もあるよね、やっぱね、そういうな流れがある。だってね、クラッシャー保坂さんね、すごかったんですよ。なんか、はい、梅と同じくコーラ一気飲みやってみようかとか。いや、コーラ一気飲みやったことないんでね。いや、なんだろう、割と僕なんです、このね、私こういうでかい体型してますし、はい、小さい頃ってかね、20代の頃結構そういう一気飲みする仕事してたんですよ、実は。あ、そうなの。はい、なんでね、まあ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 な、まあまあ素人ではないんですよ、私、はっきり言って。すごいですね。はい、ピンドン飲んでた方ですか。ピンドンとかそういう上等なものは飲める。ああ、違う、はい、もっと低級というか、うん、カフェパリぐらいですまあね、はい、でもそっちの一気飲み案外僕そういう子から聞いたんですけど、はい、あれ悪いですね、抜いてここに下にもうミャーって言って。ああ、でもね、コーラの方が炭酸きついですよ。そうですね、間違いですもう炭酸抜いて飲んだらいいんちゃいますはい、体に悪いやつ。いや、そうですね、バイオのカメラずれて。そうですね、ソリーゴさん、バッテリーつけるとき、ちょっと今ね、コンセントつないでるんでね、今直しますからね、ちょっとお待ちくださいね、うん、はい、バイオカメラずれてるってね、ちょっと今調整しますよ、 ありがとうございます。ダディ昇竜拳やっていいよとかねやってみよう、一気飲みする仕事って何ってね、大体想像つくんじゃないからね。ホストではないですよ、ホストみたいな上等のお仕事で、ね、ゲイバー、ま、ゲイバーでもないですね。あ、違う、ゲイバーでもないですね、はい。まあまあ、というわけで、じゃあね、1時45分、残りシダ時間15分。ソラリンゴさんワンチャンいけるかな。マジですか。はい、わかりました。ダディはもうこれ今日はもう仕方がない、ね、クラッシャー保坂さんがそういうミッション聞いたから、ダディはもうね、キコーナーセテンのカエルさんをね全部ゲコらせるまで帰ってこれないんだもん、ね、じゃあというわけで、ダディ打ちながらでいい、またストップウォッチの準備お願いします。ダディバイオカメラ、もうバイオカメラ、うん、大丈夫です。いや、ちょっとね、上すぎるんだ。マジですか、ちょっと待ってください、うん、上すぎた、上すぎた、うん、はい、行くよ。というわけで、ソラリンゴさんへのミッションまた募集しますので、皆さんコメント欄にて、ソラリンゴさんへのミッションよろしくお願いいたします。はい、スタート。これでいいんですね、多分大丈夫。ダディ意気消沈とか、 JP 怒ってるわとかね、ヤマト暑いかって。どうなんでしょう、 ST 残り何回ですか。ね、はい、残り少なかったですね。やばいですね、ちょっとやばいですね。まあもうそろそろ当たるんで大丈夫です。ほら、当たるもんなんですよ、僕。いやちなみに今の、保留は何保留ですか。いや、通常です。通常、あ、保留の色本当関係ねえんだな。関係ないですね、もうやっぱちょっとここの2人の引きが良すぎるっていうね。良すぎますね。いや、でもなんだろう、各店舗さんによっているんですけども、飛行の伏せ店は総じてみんな強い、本当にみんな強い。ただチャド伊藤さんのスロットを除くね。でも、あ、顎出てる。でもチャド伊藤さん、パチンコの方はもう一級品ですから、言うてね、もうお一人でね、ほとんど、なんだろう、2万発近くね、花系で出す。あ、アントニオ猪木で、あ、ちゃうか、花系ですね。あ、刑事件、顎つながれて猪木っていうのはなかなかちょっと拾いたかったんですけどね、その時は残念ながら花系だったんですよね。
はい、だからね、言うてチャドさんも強いですし、あと、ね、新卒の方なんかもね、すごい、アマデジの AKB かな、ずっとひたすら当ててらっしゃる方もね、いらっしゃいましたし、そんな人いましたね。はい、はい、というわけでね、どん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 、来てます。ダディあと1分ぐらいかな、あと15秒です、あと15秒。はい、というわけでね、よーよーよー、バイオハザードもヤマトも続いてます。これはいいですよ、いいですよ、ほんとね。バイ当たりましたね、おめでとうございます。9連戦、これ9連ちゃん。はい、2分終了です。はい、終了。というわけでソーリンゴさん、はい、ソーリンゴさんのミッションコメントが、よいしょ、1415、いいかい、1415から、メモした、はい、大丈夫です。1475まで、1475、はい、1475、はい、じゃあ1425は、はい、1425、はい、10進む、はい、1425番、はい、コーラ一気。ソリゴさん、コーラ一気できるの、うわ、わからないです。あの、頼むから床汚するだけ本当勘弁だよ。わかりました。あの、アガー事件みたいなやつでやめてください。やめてください、本当。アガー事件、結構私の中であれ黒歴史なんで、あの事件はヤバかったっ、ヤバかったっすよ、本当に。ガチだの、本当に申し訳ありませんって言いながら掃除機借りましたからね。捨ててんの掃除機借りてね、あの若干あのエンデックでちょっと会議しましたからね。うん、ガラスのものはちょっとあのあれだから透明テープ貼って持ち歩くようにしようかとね。なかなかガチっす。うん、ちょっとガチの会議をあのやりましたからね、あの後ね、はい。いやー、服汚さないようにねとか、ゲップ OK とか、リンゴには無理やろうなとかね。いや、頑張るぞ。あ、っていうか、そうですね、 2つの種類あるんで、コカ・コーラゼロにします。そうですね、ソリンゴさんやっぱりカロリー控えめの方がよろしいんじゃないでしょうか。そうですね、ね、はい、おめでとうとかね、おめでとう、来てますね。おめでとうだよね。あとね、自販機右下の飲み物を一気飲みなんてね、あのミッションもありました。他どんなのあったら、そうですね、自販機右下、ちなみにそれでこそ今自販機の前にいるね。はい、自販機右下って何だった、右下リアルゴールド、リアルゴールド一気飲みだったらね、まだなんとかなったね。はい、そうですね、チョッパーのモノマネとかね、目隠し隠すとかね、優しい、そっちの方が優しいよ、一時帰宅とかね、マジか、はい、梅さんの嫌いなところを言うとかね、最近多いな、なんかそれ、コンビニで罰ゲーム用お菓子を買いまくるとかね、人数分コーラ買ってこい、中央通路ダッシュ5往復をもう1セットとかね、マスオからビンタとかね、どういうこと、それ僕やばいやつやん。それあかんやつやん。コーラ一気飲みとか、 JP さんの交代なんてのも多かったですね。リンゴがコペカしてこい、あ、ソラリンゴがジャグラー行ってこいなんてのもね、 ありましたね。はい、あとクラッシャー保坂さんを全力で罵倒するっていうね。やってみたい。それでそれでいいんちゃうと思う。割とどうですか、クラッシャー保坂さん、言葉攻めなんてのはどうなんでしょうか。したい派されたい派、言葉攻めをしたい、自分がしたい派されたい派か。いや、されたくはないですね。あ、したい派、割とじゃあもう攻めていきたい派ですか。そうですね、どちらか攻めたい派。なるほどなるほど。じゃあね、 S に対して S に行くっていうね。はい、というようなね、コメントがありましたけど、はい、まあ、基本的にはね、中央通路ダッシュ5服もう1本なんか多かったですね。星座なんてのもありましたね。あ、ゼロの方がカロリーゼロの方が太るんだぞなんてコメントも来てますね。はい、ゼロ変わっちゃったんだけど。じゃあ一瞬だけちょっとね、ヤマトを大きくするカメラにしますよ。あ、どうもどうも、すーごいギュイーンやるんで、もう。では、飲んでいくと、一気飲みします。はい、お願いします。トレゴさん、しゃがんで、こう、 OK、 いただきます。はい、リンゴはカロリー気にすんのかとかね、言われてますけどね。するよ。いや、無理だったらやめてね、ほんと、リバースとかだけやめて、私、服びしょびしょにしたら、ダディ、車乗せてくれないよ。あー、さあ、どうだ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 、ゲップ OK って言われてるからね、まあ、優しい方なんじゃないでしょうかね。はい、あ
あとどんなコメントが来たのかな。カフスして炭酸一気飲みなんてね、えぐいのもありましたね。あでもやっぱりね、ソルニコさん今日は中央通路の日だったのかな。さあどうだ、ちょっと一息入れた。さあさあどうだ、ちょだまそうは S でしょとかね言われてますね。一気は無理かとかね言われてますけど、どうなんだ。しんどい、あーしんどい。半分いった。それでも半分いった。アルコールなら一気できるけどジュースでは一気できんわ。うん、その通り、間違いないです。間違いない。あのね、コーラの一気って本当にしんどいんだよ。しんどい。さあどうだ、そうは今日エンデックの人みんなデブだそうですね。そうですねって私言って、あとでソワリンゴさんから怒られるかもしれないけどね、基本的に体が大きめな3人で今日は来てますね。はい、飲んだ、全部飲んだぞ。はい、ありがとうございます。よく飲めたねとか言われてますけどね、そうですねって即答すな言われてますけどね、普通に飲んでるだけだなとか、これは一気じゃないみたいな気がするね。一気はできない、はい、とりあえずちょっともうはけて、はい、コーラもビールも炭酸だぞとかね、全部飲んだと過去ガラ声とかね、カロリーゼロは人工甘味料だから逆に太りやすいかもしれないよなんてねコメントも来てますね。あそうなんだね、そうか、カロリーゼロっていうのはね、なんかアステムパームとかなんかね、人工甘味料使ってるからあれなんだけどね、逆にそっちの方が太りやすいんだ。なるほどね。そしてヤマト、ちょうどマスオさん残り40。いや大丈夫ですよ、ちょっと、ね、さっきからなんか結構ね薄い橋を渡るような感じですけど、まあ決めるところでしっかり決めてますからね。やっぱこんなポコスか当ててたよね、やっぱ ST が何たるかっていうのは、そうですよ ね、割とそのいろんなリーチアクションとかも見たいですね。そういや、やっぱりヤマトもね、なんて言うんだろう、宇宙戦艦ヤマトってね、ほらいろんなメーカーさんから出てるね、ヤマトっていう名前じゃなくて大ヤマトだったりね、いろんなところメーカーから出てますけどね、まあかなり映像は本当綺麗になりましたよね今回もね。綺麗ですね、ほんまに。じゃあ最後に梅さんのラストミッション行こうかとか、北斗うるせえって、そうですよ、ちょっと私、じゃあソラリンゴさん頼むわ、はい、俺ちょ北斗の RTC 切ってくる、はい、了解です。多分音量一番下に下げたらほぼほぼ聞こえないんで。あ、そうなんですね。梅さん行きますよ、ミッション行こうって言われてる。梅さんのミッション日本館行きます。はい、リンゴちゃん、はい、コメントだけちょっと何番からか言ってください。了解です。では1522番からスタートいたしましょう。スタート、はい、お願いします。はい、いきなり NG コメントありがとうございます。ほら一体何書かれたのかな。ほら赤やほらなったおい、さすが。お見せるんやこれ、見せるな、見せるか。あ、分かった、ポーン、ポーンってことね、ポーンってなったら、ブケるのね、まだビューンってなった。お、いきなり飛び火ミッションが来てる。固まってる、フリーズしてる、うん、フリーズしてる、なんかわかんないです。画面氷になってます。あ、これイスカンダル到着したんじゃないですか。早ないですか。早かったっすか。これあれですかね、台的には日曜日の夕方5時にやってた2199でしたっけ、あれをベースにしてるんですかね。いやでも絵のタイプが今風。いやだから日曜日の夕方5時にやってたやつ。あ、2199じゃないです。じゃあ違うんですか。だってはい、女の子たちいないもん。あ、そっかそっかそっか。そうそうだね、夕方5時にやってたやつって割とあれだね、みんなおっぱい大きめだったもんね。そう、萌え、ちょっと萌え、若干萌えのね感じでねやってたから、ちょっと違うもんねってやつね。怖くなっちゃう。たくさんコメント来てますよ。やばいやつだ。これは俺だね。たまに飛び火コメントもありますけども、はい、何番から、1522なんですけど、はい、赤堀まだですよ、まだですよ、まだまだですね、まだですか。ドリルが、はいはい、からの、うわ、ダメ、あ、ギュッピン落ちくるでしょこれも。うわ、ダメだ。 ST 残り何回、13。あ、ちょっときついですね。え、ヤマト何連しました、これ何連？3連。3連。3連。ちょっと厳しいですね。いやー、ちょっとこれ。ちょっとこれは5秒前。
5秒前。2、1、終了です。終了。なんぼだろう、1595にしましょうか。何番から1522から、はいはい、1595、1522から1595の間でございます。1540、1540なので、いや頼むからコーラはもうやめてくれ。俺今日も腹パップンパップンだわ。あ、読みます。JP と MC 交代、 JP と MC 交代でお願いしますこういうコメントも来るんですね。ダディ残り3分頼んだやばい、困るかも。では JP さんこちらに来てくださいということで、最後に開くないわらわらわらって、ね、あ、JP お帰りっていうコメントね、来てますね。あれか、なんだ今日えらく俺の扱い雑じゃねえかJP 9歳わらわらってね、あのちなみに右2台と、はい、あとその右の1台タワーマイヤーって光ってます。はい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 。あ、じゃあこれだけ、あ、お帰りなさい。あ、ラスト、やばいわ、残り13とか。いや、もうこっちもヤマトラスト。いや、でもちょっと時間的に見たらやっぱちょうどいいっていう。やっぱ我々はやっぱやっていける子やね。おっと、コメントで何かい、我々が、私が帰ってくると何、ST 終わる形かい、これは見れない、JP さん一切見れなかったっていうね。いや、もうヤマト終わっちゃいましたねよっしゃ、危なかった。おっと、セーフ、セーフ、見えますよ、今見えますよ、バイオハザードが見えますよ。11連目やりすぎでしょ、それ。めっちゃ頑張ってますよ、僕。いや、すごい、めちゃくちゃ頑張ってますね、これね。はい、お帰りなさい。これ、終わった。急遽ね、JP さんのミッション行こうとか言われてますけどね。ここからミッション行ったら時間オーバーするな。そうですね。お姉さん当たったかい？いや、当たらないけど、まあ、2時まででいいよ。2時までだったらもう2時になっちゃったな、これな。あと1分ですけどね。さあ、ヤマトは終了してしまいましたが、何連ですか、合計で。11です。11連。あ、ヤマトは3で、バイエが11。なるほど。まあ、今回は STC のね、あたりも見れたんで、皆さんにはようやくお届けできたかと思いますけどもね。はい、うん、ダディヤマト見たかった、見たかったですね、これね。はい、お完全に部屋来ましたね。はい、お見事でございます。いやー、バイオ早いっすね、何気に。バイオめっちゃ早いです、本当にね。え、ST の消化も早いし、大当たりの消化もめっちゃ早い。大当たりの消化も、右もね、あの比較的上の方にアタッカーありますんでね、あの、こぼしづらいというか、なんというか、はい、前のね、前も中森明菜の時のアタッカーみたいな感じですよね、はいはい、右上にありますからね。はい、ダディ帰還でヤマトも帰還ということだったんでもう完全帰還しましたけどね、これね。はい、じゃあ MVP 決めようって言われてますんで、どうしましょう、2時ですけど。梅さん戻ります。はい、よろしくお願いしますね、はい、バイオどんぐらい出てるって聞かれてますね。ちょっとすいません、上の出ただけちょっと表示させていただいてよろしいですか。ああ、すごいですね、もう2万発出てるのは。いや、強いなぁ、ちょろいなぁ。いやさすがやわ。これ、継続率で打ったら 80% 超えてますよね、確かね、これね。超えてますね。何パーやったかな。ちょっと僕も不勉強、だいぶあれでしたけどね。はい、監督帰ってきたってコメントしますけど、82%ですね。82%、いや82でも11連したら上等ですからね、これね。今日頑張りました、本当に。いや頑張った頑張った。でも大壊したって言われてますけどね。いやバイオンの役物があります。 MVP は海からまあ不可抗力ということですよね、これに関してはね。というわけで、じゃあお疲れ様でございます。はい、お疲れ様でございました。シダは終了したと思います。お疲れ様です。というわけで、まあ V 優勝したところで本日の試合終了と、いった形でございます。すごいですね。今シダモードで見てるんですけど、万発超えてますからね。アウトとセーフの定まりも万発余裕で超えてますね。はい。まあまあトントン。これはでもね、これはでも保坂さんもいいとこ見せたと思います。いや、でもね、なんだろう。ヤマトはヤマトでやっぱりね、そう各曜日がねできなかった。できなかったことをね、ビシッと決めたわけですよ、これ。というわけで、こちらお願いします。はい、すいません、イーゼルの方よろしくお願いします。今日はやったった感がする。いや、ほんとそうですね、やったった感あると思いますよ。
ね、お疲れ様でしたってねコメントね来てますよ。はい、よいしょ、これぐらいかな。というわけで、はい、お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いやいい仕事したね。いやー見事ですね。お疲れ様でございます。バイオは各編据え置きでとかね、いや、そ選択肢は改名後の名前でとかね言われてますけどね。じゃあまずね、簡単にお二人、大の感想、じゃあまず、向こう、あの、チョダマスオさんの方から。チョダマスオか。はい、まあ、簡単でした。簡単でしたと、やっぱ聞こなすね、やっぱ違いますね。あー、本当にね、だって、まあヤマトね、本当にね、気候なチャンネル、関西チャンネルでは本当に当てれなかったんですよ。本当にどこの呼びもね、ダディ当てれなかったんだよね。あ、ダディ聞こえてない。全くね、当てれなかったんですよ。はい、はい、ユーパル。はい、まあね、それがなんとか当てれたということでね。まあ、マックスでもね、もう1時半になったら手入れの力、頼れなんてね、コメントも来てたんですけども、そこはね、捨ててん、いらないっす、いらないっす、そんなのいらない、僕らのこれっす、ここを見てくれということでね、どうだ見たかという感じでね、見事、まあ4連かな、ヤマトが3連ですね。3連だったのかな。だけどまあ一応見せ場たっぷりということでございましたのでね。ダディマイク何番あ、ごめんなさい、拾ってた、今消化してます、すいません。あ、了解です。ちょっと待ってね、一瞬ダディのマイクちっちゃくするから、オッケーオッケー、セーフセーフ、カエルとかね、ちょうどマスの優勝かな、なんか音が、なんかカエルの音がする、いい仕事した、あ、いい仕事したよってね、コメント来てますね、ありがとうございます。でも3連かなとか言ってますね。いやいや、もう時間で言うとぴったしなんだったんで、ちょうどマスオさんの呼び方でお願いします。ちょうどマスオで、ちょうどマスオさん、ちょうど、あ、ち、ちよだ、ちょうどね、ちょうどマスオで、チョダマスオじゃなくてね、いい音鳴ってる、変えるとか言われたんですけどね。じゃあ、保坂さん、クラッシャー、はい、保坂さん、本日大の感想いかがでしたでしょうか。いや、初めてバイオハザード、バイオゼロでしたね。はい、いやー、見事見事、満8000発。はい、こんなに続く台、なかなかないですからね。はい、すごかったですね。はい、本当に。そう、さすが、伏せてんのバイオです。ね、本当に本当に良かった良かった。言うてね、2人ともマックス、打ったら、2時間当たりなしでもありえるし、ありますね。どっちか片っぽはね、2時間ハマり一本あるんですよ、はい、てかそれの方が普通なんで、どっちかはハマり一発だろうかなって。いや、2人ともマックスか、どっちか片っぽはね、なんかライトミドルみたいなの打ってほしいなって、やっぱ運営としてはあったんですけど、大丈夫です。その心配も杞憂だったもん。チョイスチョイス。いやー、お二人さすが。保坂さん寝起きかいなんてコメント来てて、どうそんなことはきっちり起きてますよ。むしろね、バイオゼロでね、はい、頑張りましたからね。はい、チョダマスオ選んでくれありがとう、はあ、選んでくれてありがとうとかね、本当ね、気に入ったね。結局何ゲコだったの梅さんって質問来てるけどね、ゲコは、2ゲコ、2ゲコしました、はい、あとタマヤが1つありました。なぜかしらけど、隣のダディちゃっかりね花火打ってんだね。あれ超面白い、はい、カエル出たなとかハウ様だったとか全国けない。そうですね、チョダマスオさんはね、ハウ様とあともう一人の方とね、二人の方がね、ちょうどマスをね、作ってくれましたね。ありがとうございます。というわけで、じゃあ、まず本日の MVP を決めましょうかね。ちょっと今名前変えますから、お待ちくださいよ。ありえそう。よいしょ。嘘、ワンチャンある。ワンチャン、ワンチャン。不況は、店長いないから。ここ、ここ、おらへん、おらへん。おらへんから。ワンチャン、ワンチャン。ワンチャンある。じゃあ、その間に、目を通してもらおうかしら、ということで。はい。なんでテンションだだ下がりなんですかね。これ、ハウ様が、ハウ様のコメント俺選んでたんだね、はい、梅にコーラ2本一気とか。そうなんですね。いやハウ様、なかなかしんどいことをさせてくれたね。保坂さん、これ確か全部一気飲みできるって、なんかこの前の今日。いやいやいや、何を、何を言うてるんですか。まあ、とりあえずね、先に決めていただきます。決めますよ。じゃあ、MVP まず出題します。ドーン、よいしょ。本日の MVP は、本日は5名ですね。1番、ちょうどマスオ。
郎、2番クラッシャー穂坂、3番がダディ JP、4番ソラリンゴ、5梅花月という本日は5名で対決いたしました、はい、皆さんですね1人1票になります。パソコンとかね、タブレット端末 iPad なんかでご覧の方はね、あの投票ができますんで、皆さん1票ずつ投票の方をお願いいたしますね。よろしくお願いいたします。もう今日勝った勝った、もう今日1位や、おいっていや俺の勝ったよ、ちょろちょろ勝った勝った MVP、 ちょっと甘そうのっぽい6のハウ様とかねね、結構なんか今日の視聴ある特定の視聴様がね、割とミッションナンバー選ばれやすかったから、あの長男はそうなのかのね、命名した方がね、今日影の MVP じゃないかみたいなね、コメントも来てますね。ただうちダディとかね、天の声は選ばれるんだよって、そうですね、ハウ様ね、ありがとうございますいつもね。じゃあ締め切りますよ、よろしいでしょうか。結果を表示します。ドン1、割れた。そしてね、あざす、割れたから、これ、はい、ダディ、逃げ子と一玉屋だね。一玉屋です。うん、だから、はい、こうしよう、はい、トップ名、MVP は免除だ。あ、はい。で、ドンケツは、問答無用で罰ゲームだ。で、はい、残り3人は、はい、下校と、うん、花火でロシアンやろう、はい、でだから2茶3茶4茶はロシアンね、はいはいはい、ちょうどおあつらい向きだったねこれね、はい、OK というわけでそれではまず発表します。今日はあばーす、よろしいですか。はい、3茶が同率です。なので1着2着3着5着っていう感じになりますね。それではまずその同率の3茶を発表しますよ。同率3茶が17.8%、 17.8% 同率3着、ソラリンゴ、そしてチョダマスオ、おい、視聴者さんおかしいですかこれ。というわけでね、なんでしょうかね、なんでしょうかね。いやこんなテンピラよりこっちでしょ。やっぱりあれちゃうの、連チャンスちゃうのそれは。連チャンスと、連チャンスとしてはやっぱりね、ちょっとかなわなかったところもあるんだけども、はい、言うてね、ダーヒーからまず婿養子殿、婿養子殿からチョダマスオというね、なかなかなんだろう、コメントコメント欄ではかなりインパクトがあったんですけどね、はいはい、まあ3着ということで、まあ一応なんでしょう、問答無用の罰ゲームではございませんから、この後のロシアンへ希望へつなぐ順位となりました。よろしいでしょうか。はい、じゃあ続いてまいります。2位を発表します。2位がダルルルルデン、クラッシャー穂坂さん、おかしい、やっぱりな、なんかそんな気したもんな、おかしいもんな、ちょっと待って、 25.1%というわけで3着、ソラリンゴ と、はい、クラッシャーさんで、2着が 25.1% でクラッシャー穂坂さん、1位になられへんわ。というわけで、残ったのが梅と JP、 いやいやいや、おっと、さあさあさあ、デブでメガネが残ったぞ。おー、デブでメガネだぞ。おー、というわけで発表いたします。本日の MVP はドゥルルルルルデン、とばっちりだ DJP、 28.6%。 視聴者分かってる、おかしいだろう。今日ダディあれだぞ、カメラに映ったのって5分ねえぞ。今日これなんか組織票ありますね。今日ほとんどあれだよ、あの声の出演だからね。そうだね、声優だ、今日声優だよダディは。あと言うなら2分間測ってたぐらいだから、ね、そうだよ、うん、本当に本当にタイムキーパーしてて、あと声の出演だからね。そうだね、うん、特別出演だね。ねえ、うん、ロシアだっていつも罰ゲームするの。安定のビリ一決、10.6%、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。コーラ2本飲んでも MVP 取れないかい。ねえ、コーラ何本飲んだら MVP 取れるんだい。これね、ほんとね、わかんねえもんな、これな、ニコ生わかんねえな、ほんとな、わかんないです、ほんまに、ほんとわかんねえな。いやいやいや、影の卓役者とかね、 JP 先生おめでとうとか言われたんですけど、さあさあ、というわけでおめでとうございます。じゃあ、で、ダディは、問答無用でセーフということでね、はい、で、私は問答無用で罰ゲームということになってしまいました、はい、ので、穂坂さん、はい、そして、ちょっとマスオさん、はい、ソラリンゴ、はい、ちょっとカメラはちょっとね、距離の関係上持っていけないんですけど、はい、音声で、あとダディ、じゃあちょっと、ここナビというかエスコートしてもらえるかい。はい、はい、B 花とカエルちゃん、こ
ここどれ選ぶん？パルサーと花火。パルサー2台ですわ。パルサー2台、視聴者の方に説明します。ここロシアン、タイプというねですね。今現在、A タイプ島の、気候直せ点、花火が何台入ってますか？花火がなんと5台入ってます。5台入ってます。5台のうち1台が玉やランプがついている状態となっております。はい、ついてます。で、同じく、気候直せ点、ニューパルサーが5台入ってるうちの2台が、いわゆるシャッターですね。はい、シャッターが誓ってる状態になっております。今、この状態で、ダディ、リーチ目とかで、なんかビッグ、レギュラーが判別できる状態ではないですね。はっきり言いますと、閉塞してますんで、はい、わかりません。全くわからない状態。はい、ここで、レギュラーかビッグ、どちらかで、運命が決まると。ビッグボーナスだったら、罰ゲーム回避。で、レギュラーだったら、つまり、今回は花火と、ニューパルなんで、両方ともバーですね。はい、バーズロイだった場合は、罰ゲーム、はい。で、ビッグボーナスだった場合は、セーフということで。で、まあ、ツインフラグだと思いますんで、まあ、ちょっと、なんだろう。斜め押ししてドンちゃんだったとか、斜め押してカエルさんだったは、まあ、ちょっと投資、セーフにしましょうか。はい。ね。はい。全滅盛り。そうです。ここで全体、レギュラーだったら、全員罰ゲーム。私がレギュラーを引いてたら、その時点で、はい、全員罰ゲームになります。はい。そこまでカメラいけないか。ごめんなさいね。そこまでカメラ引くのはね。いけないです。ごめんなさい。じゃあ、これ、B 花いか、B 花。はい。ソラリンゴがツイッターで。うちにもうちょっと予算ができたらね、そのうち無線カメラ買うからね、そしたら見れるからね、もうちょっとみんな待ってくれね。はい、ダディカレー丼ぶりのおかげだなっていう、はい、来てるけど、カレー丼ぶりってどういうことだ。ダディ、ああ今日丼ぶり飯にカレーぶっかけて食ってきたんで、あ、それでご利益があったと。いやいやいや、ダディのツイッターに返したのかな。いやね、結構ね、なかなかね、しっかりいろんなところ見てくださってる視聴者で、ありがとうございます。ぼちぼち行きましょうか。じゃあダディさん、どれやりますか。はい、あ、花火ですね。これで、ね、この音で。いい音ですね。ちょっと B 花打ったことないんですけど、これ どっち狙ったらいいですか。あ、どっち、これは、はい。あ、もうどっちでも。とりあえず、三連ドン行きましょう。三連ドンちゃん行きましょう。はい。あ、ドンちゃん。ドンちゃん行け。おお、おめでとうございます、はい、この音はてててて、はい、はい、ですね。ドンちゃんぞろい、ドンちゃんぞろいの音ですね、これは。はい、回避です。おめでとうございます。JP さんはラストミッション頑張ってねとかね、でも無線はノイズ乗りやすいイメージがあるから嫌いやな。そうです、だからね、きちんとしたね、ある程度お値段かかるものを買わなきゃいけないんでね、なかなか難儀してるんですわね。セーフということでね、クラッシャー、ダヒ、どちらですか。これはチョダマスオさんですね。チョダマスオさんがセーフということになりますね。はい、はい、というわけで、じゃあ、クラッシャー穂坂さん、はい、カエルさんですね、どちらか片方選んでください。はい、じゃあ僕こっち行きます。はい、お願いします。よし、おー、おー、この音は赤菜の音だ。でーでーでー、いや、いい音ですね、赤菜の音。というわけでね、見事ビッグボーナス。というわけで、気候な軍、クラッシャー穂坂さんも回避ということで、じゃああとはソラリンゴですね。はい、はい、じゃあラスト揃えていただきましょうか。うわ、ここでビッグだったら今日俺の一人負けか。そういうことだな。いや、わかんない、まだ、ね、それもありますもんね。そういう場合は俺最後ラストミッションにかける、俺は、ね、では、あ、いいのかな、いきます。どうぞ。運命一人負け来るかとか、どっちにしてもエンデク軍とかね。いやいや、ラストミッションでまだ分かんないからね。怖いよ、怖いよ。やったー、おー、当たったなー。やったやった、ありがとうございます。とりあえずみんな帰ってきて、こっち。おい、なんだおい、これ今日はいい日っすね。いや、さすが JP。 これいじめって言わねえか、おい。これはね、これは僕の優しさですよ、優しさ。やっぱジャグラー王子さんちゃいますわ。いやいやいや、なんだその手、なんだその手のひら返し、みんな。いや、ジャグラー王子さんやっぱちゃいますわ。いやいやいや、おかしいぞ、おかしいぞ、おかしいぞ、なんだなんだ、おいおいおい、みたいなね、あれですけどね。いや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 、どうなってんだ、どうなってんだ。チョコシロップめっちゃ飲みたいに行く。チョコシロップはチョコシロップ飲みたいな、これな。飲んでや、パンにかけて飲んでや。いや、飲まへんで、パンにかけて食べたいな。いやいや、あれ飲むもんやって、パンにかけて食べて。でパン買ってきて。いや、食パン。食パンないやん、食パンさすがにないな。サンドイッチとかやったら。食堂のご飯にチョコレートソース買って食べて。いや、それは無理あるやろ、絶対。
チュパンカあ大丈夫よかったら皆さん前にこちら来ていただいて、はい、はい、店長バイバイで、じゃあそれをちょっとカメラ頼むよ。はい店長バイバイで、で、こちらにやる真ん中に置くんで、はい皆さんの気に入ったものを入れるとかいろいろしていただくとかしていただいて、JP の複数、JP 大石さんの恩恵とかね、梅覚悟生やとか、梅日頃の行いやなとかね、梅一人負け、梅どんまいで言われますけど、はい、じゃあで、まあ分かりましたよ皆さんね、ただ視聴者の皆さん、俺は視聴者の皆さんを信じてるよ。今からラストミッションを行います。ラストミッションね、別に梅が何をするってわけじゃないですからね、ここでみんなで仲良く食べようなんてね、コメントが来ることを俺は信じてるからね。まあそれはまあね、皆さんに任せますけどね。というわけで、本日の食材、ちょっと私ツイッターでつぶやいたんですけども、水曜日のね、ダディ、あれはどなたでしょうか。あれはね、はい、いわゆるベイアンさん、はい、がですね、はい、このハーブアタックを飲みたいと、はい、先々週おっしゃいまして、はい、そうなんですよ。というわけでね、本当は先週でもう私のね、沖縄行ってきたよお土産シリーズはもう完結したはずなんですけども、はい、延長戦ということでハーブアタック、ちょっとインターネットでポチりましてワンケース今ございます。ワンケース、はい、ねちょっと冗談が過ぎる量を買ってしまったんでね、あれなんですけども。というわけでね、沖縄シリーズ延長戦ということで、ハブアタック、その他、いつも通りの食材、主に液体系が今日多いですね。はい、持ってきておりますので、それを、踏まえつつ、じゃあ皆さん、ラストミッションお願いいたします。コメント欄にて、1800番から。じゃあこれも2分でいいですか。お願いします。はい、ソリゴさん、はい、頼むって。1000、何やってんの、あなた MC だって。あとか言っちゃった。はい、すいません、もう一回仕事して。1000何もでしたっけ。はい、2分スタートします。はい、1800番から。普通に甘いの食べようとしますよ、大肥さんが。いや、食べないです、食べないです、気のせいです。今日はね、めっちゃ甘いもの用意してるんですよ。メロンクリーム系のホイップのね、クリームとかも置いてるんですよ。あ、ホファカ君、ちょっとおしぼりを取ってきてくれたまえ。あかん、ホファカ君、ちょっとおしぼりを取ってきてくれた。おしぼりを、おしぼり、取ってきて、はい、早く、はよ。じゃあ声聞こえんくなってんけど、急に、はい、はよして、おしぼり、早く。なんでパシリアンすか。おい、走ってる、走ってる、ちゃんと向いてよ、ほら、ちょうだい。おーっと、いろんなの飽きてる。朝リンゴ様こんばんは。開けてよ。いや、やっぱ全部が多いな。ありがとう。急に声聞こえんかったけど、嫌われてんじゃん。もうこれ、ちょっと待って、俺は信じてる。ハブアタックでホテル直行って言われてるけどね。俺は信じてるよ。これは違うの話のことですよね。俺は信じてるよ。聞こえてる？口移しとか私的には美味しいな。イヤホンの方さ、音低いんちゃう？大丈夫ですか？はい、聞こえてます？俺は信じてる。残り1分です。俺は視聴者を信じてる。みんなで仲良くってのがあるはずだ。紙皿とか練乳とかね。練乳ありますね、練乳。え、ガチやん。え、ガチでチョコレート。ほう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 。チョコレート飲んでる飲んでる飲んでる。え、飲んでるって飲んでるぞ、この男。チョコうまい、やってみや。どれどれどれ飲んだんですか。チョコレートシロップ、それうまいですか、それ。ごうまいです、うまいです。多分それは美味しいと思います。それは美味しいです。これは美味しい。練乳はちょっと甘いかなっていう。練乳は甘いですよ。これちょうどいい美味しさ。めっちゃ飲んでる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 ぞ飲んでるぞ。大丈夫ですかそれ、大丈夫ですか。いや、甘いの好きなんですか。甘いの好きですね。え、ある意味ソロリンゴと同類。残り5秒、甘いもの対決してみたいな。3、それやばそうやな。体に悪い。終了。豆乳が、はい、ここから。こんなんなっちゃう。1895、1895で、1800から1895まで、はい、ちょうど半分ぐらいでいこうか。1、1841、1843、どうだ。1843、はい、頼むから炭酸をやめてくれ。炭酸だけやめてくれ。うわー、オールインでもいいけど炭酸、もう炭酸もう無理なんだ。うわー、はい、リンゴが食べるって言われてる。やったー、マジかよ。やばい、イエーイ。なんでなんで、飛び火すぎる。マジかよ。いやー、
ゃあどうぞ。じゃあちょっと、はい、コーナー軍のお二人、ケーキの恨みを、恨みって言わないで。任せます。よろしいですか。あのちょっとね、あのお手を煩わせてしまうかもしれないんですけど、ハーブドリンク全部飲ましたらよ。そうですね。なんでまさかの。いやまずですね、じゃあやばいもの順に言ってきますわ。まあ、これが本当やばいです。これやばい。で、この赤八の辛すぎるラー油、これもやばいです。で、まあもっと言うと、これは普段マイマイが使ってるクエン酸じゃなくて、あれケーキの上にかかってる。そう、あのクエン酸だって、これもやばいです。めっちゃ酸っぱいやつじゃないですか。で、あとこれはもし万が一。それほんまにダメですか、ノリジュースほんまにダメ。これ割ったら、これをもし床に落として割ったら、本当にうちの社長怖くて土下座して明日の営業ができなくなります、これほんまにまずいから、これほんまにあかん。ちょっと匂ってみましょうか。これ、はい、ほんまにこれ知らんやろノリジュース。いや、しかも私がこれを全部口に入れるんだよ。ちょ、長山さんご存知なのはノリジュースなんですよ。あっちゃうんすか、これもっと強力なやつ。これ沖縄県うるま市産のノニ 100% です。あ、それあかんやつ。あかんこれジュースじゃないんですよ。僕森口さんのノニ事件してますからね。だから森口のノニ事件よりも現役なんです。ぶっちゃけなんだろう、洗濯機の裏に忘れられてた靴下の匂いします。いや、まずノニって、この前多分僕これ匂いましたよ。あ、そう、あ、匂った。あ、脇腹痛い。マジで、脇腹が痛い。体に悪い。斬新なリアクションですね。これどうします。それあかん。それやめましょう。これやめとく。あ、ちょっと優しい。これ、いや、さすがに女の子、一応年4、いや年はまあ一等してさすがにカメラの前でゲロ出した僕らのイメージは。が広いぞ。じゃあとりあえず、まあ、幅ダックいきますね。幅ダックあれでしょ、幅ダック、入れるのドゥイーンなるやつでしょ。ドゥイーンなりますよ。女が飲んだらどうなるの。女の子がブシャーッ。おい、あかんって。おい、僕気をしくって。いや、一応ね、なんだろう。話聞いて、いや、ご結婚おめでとうございます。あそこに、ヒャーヒャーヒャー言ってるソラリンゴさん、なんて言ったと思います。いや、ちょうど良かったですね、めかげつさんって。新婚さんなら羽ばたく一番いいじゃないですかとかね、あそこの女言ったんですよ。羽ばたく。いや、だから男が羽ばたく飲んだらフォーボーフかでも女が飲んだらどうなるんだって、ご師匠頼みの君がね。マジか、どうなるんだ。じゃあまず羽ばたく入れました。じゃあまず保坂さん、何行きましょう。何行きましょう。あかん、これは絶対あかん、絶対あかんねって。あ、ほんまに。だけど甘いの好きでだからちょっと甘めに仕上げるのも。何入れてるか分かんない。優しさだったら甘さですけども、ちょっと、まあ、これもかなりやばいです。え、これ普通に美味しいんじゃないですか。ただまあ、リンゴ処刑タイムとか本来ならちょびっとだったらいいんですよ。ただ本当これも 100% 原液なんで、うん、書いてますね、はい、原液酸っぱいだろうな。だからなんていうの、本当何滴レベルで使ったらすごい、うん、でこれ何滴かで焼酎で割ったらすっごい美味しいんですよ。そうなんですか。はい、シークワーサー中とかの。へえ。ただダブダブって入れたらここの歯と骨のところが痛くなります。いや、マジですか。ちょっといいですか、これこのまま飲むもんなんですか、これ。ノニって。いや、だから沖縄のその売店の人に、いや、兄ちゃんそれ買ってくのいいけど本当に薄めないと飲めないからねって。マジか。本当薄めて使うもんだからねって3回言われたんですよ。大事なことなので。はい。だから本当に、だからなんて言うんでしょう、なんかいろんなもんで割って飲んでくださいって書いてる。めっちゃ書いてますね。うん、マジか。こんなん割っても美味しくないでしょ。これ入れましょうか。てかね、ハブアタックも臭いんだよね。臭いでしょ。あ、酸っぱそうが来た。これ酸っぱそうが来た。これはポッカレモンですわ。あ、ごめんなさい。やだ、酸っぱい。うわ、入れすぎだって。それ入れすぎだって。酸っぱいの肌にいいね。じゃあ僕はこれでいいさ。いや、でもハブアタックなんか小学生の頃に飲んだ苦い薬の匂いしますもん。なんか風邪薬みたいな。じゃあ最後は誰、梅さん。いや、保坂さんまだ。あ、保坂さん。あ、保坂さん、ちょだまそうさんが何もやってない。ちょだまそうさん。
何入れてやりましょう。何入れるんだろう。ベースはハブタックだから。あ、ね、コメントで全部って言われてるけど、でも書いてあった言葉がリンゴが食べるなので、本当にランダムですからね。全部じゃないか。風邪薬の匂いする。風邪薬？何があったし。ちょっと甘いの入れた方がいいんじゃん。甘いの入れて、甘いの入れて、何か入れてほしいな。なんだそれは。蜂蜜ですね。蜂蜜。優しさっすね、これ僕。ありがとう。優しい。優しい。蜂蜜は優しさ。ソリンゴさん、メロンが好きだから。うん、やめて、それまずいの。ジャリジャリする。メロンパンの素を。先週、メキタでジャリジャリしてたやつ。すっごいジャリジャリするんですよ。すっごいジャリジャリする。なんじゃこりゃ。JP も梅も何回入れてやってね。あとやっぱりね、JP も入れて、映像的にやっぱりこのねミルクってのは必要です。やだやだ。あ、ミルク？西洋飲料水これ入れたのあるでしょ。これってこれ何なの？それはですね、北海道のミント。そこに置かなければよかった。北海道のミントの発火の結晶体です。ものすごい。いや、本当にちょっとちっちゃいやつだけ食べてみてください。ちっちゃいやつからものすごい。やばいですか？ミンティアの20倍ぐらいあります。いやいやいや、北海道にハッカってのなんですよ。お土産でよく売ってるそれの結晶体です。やばいっすね。全部になりつつあるって言われてるけど、はい、全部入れる勢い。色急におかしなくていいよ。練乳入れたんでね。あ、はい、ハブアタック入れた？入れてるよ。ハブ入れてる。ベースがハブアタックです。ベースがハブアタックか。ああ、女性に生理が。じゃあ、さじゃあ、ソニングさん、前出て。やばいやろ、匂いめっちゃやばない。なんか俺も入れてっていうコメント来てるみたいな。あ、じゃあ、ダディやって。入れて。ソニングさんも前出て。いや、でもなんか美味しそうな匂いするよ。俺が MC 席に戻るから。ほのかにメロンの匂いがして。大人の悪ふざけやなーってね、全部になりつつある。ああ、女性に精力剤飲ませんのか、シーラねとかね。みんな大好き、男女平等。そうですね、私も男女平等派ですよ。女子に精力じゃあかん、梅も飲めようとかね。発火の結晶体はえぐいよな言われてますね。それ入れるんですか？JP も梅も何か入れて。いや、私入れましたよ。はい。ダディ全然見えてないわ。クエンさん、しかもクエンさんちょっと箱見せてもらってる。いわゆるこれ大黒ね、ドラッグストアで売ってるなんて言うんだろう、本当なの、日本薬局型っていうね、理科室であるやつなんだよこれ。それはやばいって、それはやばいってね。JP グッジョブ、リンゴがマイマイを襲うぞとかね。あーあえ、これ発火の結晶そんなに濃くなくないですか？いや、発火の結晶だから、その何、後から来ますよ。すっごい美味しいですよこれ。でも調子に乗って、でっかい塊行ったらやられますよ。いや僕あれなんですよ、今風邪ひいてる。いや、なんかもともとミントが好きなんですよ。家でミント育ててミントの葉っぱ食べてるぐらいなんですよ。マジっすか？はい。あ、じゃあちょっと大きめの結晶体いってみてください。いや結構さっき俺ちょっと言ったけど結構組んで、普通の人はやっぱりだから私言ったでしょ、ミンティアの何倍かあるって言ったでしょ。そんな、そんだけあるでしょ。ありますね。うん、やられますよ来週とかね。ミンティアと同じサイズとか言ってやばい。これぐらい辛いものないからとか自爆して、リンゴそれは飲めるから頑張って飲んでねとか言ったんですけど、いや結構やばいの来てますよマジで。いや案外来るって。いや僕はこれ好きですね。ああ、発火の結晶体好き。おお、ということは何だろうね。私担当してる月曜梅北店の、寺田ラブ寺主任とに、ね、匹敵するぐらいにね、何だろう、チョダマソウさんはね、発火の結晶体が大丈夫かなみたいな感じも言われてますけども、さあ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 、どうなるというわけでね。浮いてるね。何が浮いてんのこれ。ちょっと待って、なんか浮いてますよ。これミンティア食べるよりこれペロって舐めた方が早いんちゃいます。ミックスでね、大阪関西でのミックチュチュチュの色ですね。酸っぱ。さあ、じゃあもう2時半、時間も2時半だ。サクッと飲んで、じゃあ締めるよ番組を。よろしいですか？男を見せましょう。男を見せろ。女だよって言われますかね。はい、構えさあ、じゃあ美味しく飲んでね。しかるべき袋用意。しかるべき袋って懐かしい言葉ですね。しかるべき袋ってね。キコネットマスオでいくらすんの、マスオさんって。キコネット、あ、キコネットやります。はい、いや、さっき飲みましょう。あ、さっき飲みましょうか。じゃあソネリクさん飲んでください。3、2、1。あ、いってらっしゃい。飲んでない。もう一回戻っといて。戻っといて、ガブッと飲んで。ごくっ、しょっぱい。酸っぱい。クエン酸だやっぱり。まあ、でガブッと飲んで。若返るよと。若返る。さあ、いただきます。いただきます。
半分ぐらいはいったね。リアクションできないんだ。あダディカメラちょっとアップにしてもらえますか。いやー大変ですね。大変ですね。エンデックも大変ですわ。エンデックも大変ですわ。という感じでね、あのそれ行くまた行く。おもむろにチョコを飲むんですね。いやーなんだろう。じゃあ今度からじゃあ戸田マスオさんにもうちょっと。埋めかけセレクションでもうワンランク上のものを持ってきましょうかね。じゃあね、そうですね、はい、その方がいいですね。あ帰ってこいとかハブアタックで口直ししようとかね。ハブアタック口直しならいやならんですね。絶対ならんね。都合上ワンケース買って、ね、まだね9本残ってますからね。今後のね今週のコーナーチャンネルぜひご期待くださいということでね。もうお時間もお時間だ、はい、お時間締めますよ、はい、というわけでね、本日もね長い間のご視聴ありがとうございました。はい、本日は気候な伏せ店からお送りさせていただきましたよ。気候な伏せ店、明日6月2日火曜日ですね、午前10時いつも通り変わらず休まず営業しております。はい、抽選は何時からなんでしょうかね。入場整理が9時30分から9時30分からなります。あの駐車場のところですかね。はい、エレベーター1階で、エレベーター前のところに集合時間となっておりますので、はい、お近くの方お誘い合わせの上ぜひともお越しくださいませ。ということでね、はい、6月1日2日3日とねこの何とも言えないムッシュ監督のねお迎えしておりますので、で、この後、ダミツさんの CM の後の扉絵でまた LINE の、ね、告知もございますので、はい、ぜひとも皆様、この機会にですね、LINE の方で友達登録、していただいてね、気候の伏せ店からの、ね、情報を、キャッチしていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、告知の方以上でよろしいですかね。はい、OK です。 OK でございます。でね、本日も本当に2時間半のご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。マックス機会でしたけどもね、十分楽しめていただけたと思います。はい、来週はねまた、梅北からの放送になりますので、ぜひともよろしくお願いします。ダディ明日は大東から、はい、大東からと、ちょっとマイク外しちゃったね。はい、大東からね、放送しましたね。明日は大東からお送りしますよ。というわけで、皆さんお疲れ様でございます。またお会いしましょう。おやすみなさい。よし。お疲れ様です。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます。相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく。前も言ってた。聞こうな。